え、どうしてそんな勝手なことをしたの？うるさい。俺に親孝行くらいさせろ。言っておくけど、別荘は俺の親専用だからな。お前の両親には使わせないぞ。そうやって自分勝手な発言を繰り返す夫。いいけど、後悔するよ。しねえよ。二度と俺の前に現れるな。そんなことを言った夫だったが、数ヶ月後、彼の方から私の前に現れた。頼む。俺を助けてくれ。私の名前はのぞみ。34歳の会社員だ。夫のまさとと結婚して3年が経つ。私たちの出会いは合コンだった。彼を初めて見た時の印象は真面目そのものだった。そして職業も公務員と真面目を表したかのような仕事で、私は彼がとても誠実な人だと思った。実際に話してみても優しくていい人だという印象だ。私たちはお互いに惹かれ合っていき、二人でも会うようになった。それから何度かデートを重ねた後、彼が私に告白をしてくれて付き合うことに。周りからも私たちはお似合いだと褒めてもらえた。実際に付き合ってからも、私はとても幸せだった。彼とは相性がいいようで、毎日楽しい日々を過ごすことができた。それから順調に交際を続けていった私たち。1年ほどお付き合いをした頃に、私は彼からプロポーズをされた。のぞみと付き合って俺の人生は変わった。日に日に君のことがどんどん好きになっていく。これからもずっと一緒にいたいから、俺と結婚をしてほしい。はい。よろしくお願いします。彼からのプロポーズの言葉はとても嬉しいものだった。私も彼とずっと一緒にいたいと思った。こうして結婚することになった私たち。すぐにお互いの両親に挨拶をしに行った。公務員で真面目そうな雰囲気の彼のことを、私の両親は気に入ってくれた。両親が結婚を認めてくれて、本当に良かったと思う。それから、今度は彼のご両親に会いに行った。彼のご両親は笑顔で出迎えてくれてとても優しかった。私たちの結婚も認めてくれてほっとした。そして両家の顔合わせを済ませ、私たちは結婚式を挙げた。結婚式にはたくさんの友人や職場の人たちが参列してくれて、祝福をしてくれた。彼と何度も話し合って作り上げた結婚式だったので、そのようにたくさんの人が参列してくれて本当に良かったと思う。その後、新婚旅行に行き、帰国後に私たちは一緒に暮らし始めた。彼との新婚生活はとても楽しくて幸せだった。私たちは共働きなのだが、夫は家事を分担してくれて、ちゃんと掃除や料理をやってくれた。そのおかげで、私は仕事にも集中することができたのだ。休みの日は二人でドライブや旅行に行ったり、家でゆっくりしたりといろんな過ごし方をした。夫と二人で何かをするだけで楽しかったし、幸せな気持ちになれた。だが、全く悩みがなかったわけでもない。それは義両親の存在だ。正確に言うと、義両親への夫の接し方と言うべきか。夫はものすごく義両親を大事にしている。それ自体は別にいいし、むしろ親思いのいい人だと最初は思った。だが夫の義両親への態度は、少し異常な部分があった。それはある日、私たちが海外旅行に行った時のこと。夫はその時にブランドショップに行きたいと言った。夫自身がブランド物を身につけていることを見かけたことは、あまりないので珍しいなと思った。何を買うの？母さんにバッグを買ってあげようと思ってね。え？お母さんに？うん。新しく出たバッグが欲しいって言ってたから。そう、なんだ。夫は嬉しそうにバッグを買っていた。だがそのバッグの値段は10万ほどしていた。そんな高いバッグをプレゼントするなんてなかなかしないだろう。
お母さん、誕生日なの？え、いや違うけど。あ、そうなの。誕生日でもないのに、そんな高いものをプレゼントするものなのだろうか。だが夫はどうしてもプレゼントしたいと言っていたので、私は夫にそれ以上何も言えなかった。まあ、たまにそうやってプレゼントをするならいいかと思った。しかし、夫はそれから1ヶ月も経たないうちにこんなことをしたのだ。それはある日のこと。夫のもとに義両親から電話がかかってきた。ああ、それならよかったよ。ゆっくり過ごせたんだね。お土産なんていらないよ。え、おまんじゅう。ありがとう。本当に母さんたちは優しいな。楽しそうに会話をして電話を切ると、夫が嬉しそうに私に話しかけてきた。母さんたちがお土産持ってくるって。え、何のお土産？温泉旅行だよ。へえ、お母さんたちは温泉旅行に行っていたんだね。ああ、俺がプレゼントしたんだけど、高級旅館だったから喜んでもらえたみたい。え、あなたが温泉旅行をプレゼントしたの？しかも高級旅館の宿泊を。ああ、母さんも父さんもすっごく喜んでくれててさ、それでおまんじゅうのお土産までくれるってさ、本当に嬉しいよ。その旅行っていくらしたの？うん、20万くらいかな。え、そんなに？本当はもっと高い部屋をプレゼントしたかったんだけどね。いやいや、十分高いところだろう。私は夫がそうやって義両親に対してすごくお金をかけているのが心配になった。しかもそのくせ、私とのデートでは今ちょっと金欠だからななどと言ったりするのだ。そうやって義両親にプレゼントをするのを悪いとは言わないけれど、せめて私たち夫婦が一緒に楽しく過ごすためのお金は残しておいてほしかった。私はそれでも夫婦で遊びに行きたくて、仕方なく私が旅行やデートなどのお金を出していた。私は大企業に勤めているので、給料は結構高かった。しかも就職してから私はかなり仕事に打ち込んでいたため、現在は昇進もして昔よりも給料は上がっている。そのため夫がそういうお金の使い方をしても、私たちの生活は豊かではあるのだが、夫が義両親に対して使うお金をもう少し減らしてくれれば、もっと贅沢をしたり貯金をすることだってできただろう。私はそういったことでのストレスが少なからずあった。そして義両親が当たり前のように夫からの援助を受けているのにもイラッときていた。普通はそこまで高いものをもらったりしたら申し訳ないと思うだろう。それなのに遠慮もせずに夫にお金を使わせているのは常識的におかしいと思う。私はこういうことが続いたらさすがに困ると思い、夫に相談をした。あのさ、お母さんたちのためにお金を使うのをもう少し遠慮してくれない？え、どうして？だってあのまま使い続けたらお金がどんどん減っていくじゃない。これから子供が生まれたりしたら学費を貯めないといけないし、まだまだ先だとしても老後のことを考えて貯金をしないといけないでしょう。それはそうだけど、でも俺が親孝行をするのを止めるのはひどいよ。俺は母さんと父さんに感謝の気持ちを伝えたいだけなんだから。それなら別に高くなくたっていいじゃない。もっと安いプレゼントだって喜ばれるだろうし、別にいちいちプレゼントしなくても感謝の気持ちを伝えるだけでも十分だと思うわ。そんなんじゃ俺の気が済まないよ。それにやっぱりいいものをあげる方が母さんたちも喜びようが違うし。それはいいように使われてないか。普通は子供からなら何をもらっても嬉しいと思うのだが、少なくとも私の親はそう感じている気がする。私がたまに親の誕生日においしいレストランに連れて行くと、そこまで高くなくても申し訳なさそうにしていることがあるからだ。義両親のように
いいものをもらうのが当たり前という感じではない。やっぱりちょっとお金をかけすぎだよ。お母さんたちもそれに慣れてしまってるから、普通のものじゃ喜ばなくなってるんじゃない。一回高価なプレゼントはやめてみなよ。うん。夫は私が必死になって説得しようと頑張ったので、少しずつ耳を傾けようとしてくれた。そして実際に高価なプレゼントを控えるようにしてくれていたのだが、ある日それによって問題が起きた。それは私と夫が正月に義実家に行った時のこと。お母さん、お父さん、明けましておめでとうございます。どうも。あれ、なんだかそっけない。私は義両親の態度が冷たいことが気になった。そして不穏な空気が流れた状態で正月の宴会が始まった。義両親は私や夫が話しかけてもなんだか怒ったような態度をとっている。一体どうしたのだろうと思い、私は思い切って聞いてみた。あの、何かありました？お母さんたち、なんだか機嫌が良さそうじゃないのですが。私がそう言うと義両親はため息をついた。そんなこともわからないの？最近マサトは私たちに全然優しくないじゃない。え、そんなことないよ。俺は母さんたちをとっても大事に思ってるんだから。だったらなんで最近は新しいバッグを買ってくれないのかしら。あのブランドもあのブランドもどこもかしこも今は新作を出しているのに。私にも何もくれなくなったな。前は時計をよくプレゼントしてくれただろう。それは。夫は義両親から責められた後、私を見た。私が注意したからと言いたげだ。私は夫婦として妻として当たり前のことを主張しただけなのに、夫からはお前のせいだという目で見られた。仕方ないので私が義両親に話をした。それは私が雅人さんにお願いしたからです。え、それどういうこと？私がもう少し夫婦のためにお金を使ってほしいと頼んだんです。またお母さんたちに何でもかんでも買ってあげていたらありがたみがなくなるとも言いました。私がそう言うと義両親はきっと私をにらみつけた。どうしてそんなことをあなたに決められないといけないのよ。そうだぞ、ふざけるな。それでお前らは新居を購入したなんてずるいだろ。義両親はそのように怒鳴ってきて、私はびっくりした。こうも当たり前のように怒りをあらわにするなんて。私たちは確かについ最近新居を購入した。だがそれは私たち夫婦にとって大事なことでもある。今まで私たちは手頃な価格の賃貸を借りていた。そして新居を構えることは私たちの夢であり目標でもあったのだ。夫が義両親に対してのお金の使い込みを制限してくれるようになってから、一気にお金を貯めることができ、それでローンを組んで家を購入することができたのだ。義両親は怒ってはいるが、別に私たちが購入したのはめちゃくちゃ高い家というわけではない。夫の名義で購入した3000万円のマンションの一室だ。ちゃんと私たちが働いてローンを支払っていくし、家という買い物の中ではそこまで高くはないだろう。それなのに、どうしてそんな風に責められなければならないのだろうか。私は義両親がものすごくがめついことを目の当たりにした気がした。夫もさすがにこれは幻滅していることだろう。そう思ったのだが、夫は義両親に対してこんなことを言っていた。ごめんよ。この埋め合わせは必ずするから。それにまた母さんたちにいろんなものをプレゼントするようにするから。そうやって義両親のご機嫌を伺う夫。私は耳を疑った。家を購入したことの埋め合わせをするなんて無理だろう。一体どれだけ高い買い物をすればいいのだろうか。結局その日は義両親に振り回されてしまい、私はせっかくのお正月なのに何も楽しめなかった。
それからいつもの日常を過ごしていたのだが、つい最近なんとなく夫の様子がおかしいのだ。今まではそんなことなかったのに、休日になるとしょっちゅう出かけるのだ。今日は何か予定入ってるの？あ、うん。ちょっと友達と遊びに行くんだ。ふーん、そっか。私は最初夫の不倫を疑った。しかしどこか違和感を感じた。別の女性と頻繁に会っているのなら、もっとおしゃれに気を使ったり、身だしなみを気にすると思う。だが夫は本当に男友達とかと会うような感じで、かなりラフな格好で出かける。髪だって全然セットしていないし、フラッと出かけるような感じで出ていくので、女性ではないのかもしれない。だとしたら一体誰と会っているのだろうか。私はモヤモヤが止まらなかった。だが私はそれから少し経ってから、とんでもない事実を知ることになる。それはある日のこと。私は休みの日に部屋中を掃除していた。夫はその日も朝早くから出かけていた。そのため私は夫の部屋もついでに掃除をすることに。すると机の上に何やら大きな書類が入った封筒が。一体何だろう。私はつい気になってしまい、思わず封筒の中を見た。え、何これ。それは、いわゆる家を契約した時にもらう契約書だった。物件を購入した時にもらう資料や権利書なども入っていた。だがどうして夫がこんなものを。しかも私たちが購入したこの家とは違う家だ。住所を見るとここから車で数時間はかかる場所だ。多分観光地が近くにある。自然の多い別荘などが立ち並んでいるところだと思う。私がどういうことかわからずに固まっていると、家の鍵が開いて夫が入ってきた。あ、ちょっと何勝手に見てんだよ。夫の怒る声が聞こえて私は我に返った。これ一体何？あなた家を買ったの？私がそう聞くと夫は、そうだよ。と当たり前のように言った。え、ちょっと待ってよ。この家のローンが残ってるのに新しい家を買ったの？なんで？母さんたちにプレゼントするために決まってるだろ。私は耳を疑った。え、それ本気で言ってるの？お母さんたちに別荘を買ったってこと？ああ、そうだよ。どうしてそんなことを勝手にしたのよ。うるさい。俺に親孝行くらいさせろ。夫は私にまた責められると思ったのだろう。逆ギレをしてきた。しかたか言って、別荘はいくらしたの？5000万くらいかな。ローンを組んだから普通に買えたぞ。5000万、私たちのこの家よりも高いじゃない。言っておくけど別荘は俺の親専用だからな。お前の両親には使わせないぞ。逆らったら離婚だからな。そうやって自分勝手な発言を繰り返す夫。もう私も我慢の限界だった。こんな夫にはついていけない。いいけど、後悔するよ。しねえよ。二度と俺の前に現れるな。私は頭に来たのですぐに離婚届を取りに行って、すぐに記入して夫に突き出した。夫は動揺していたが、引くに引けなかったのか離婚届にサインをした。私は離婚届を回収し、カバンに入れて荷物もまとめた。残りの荷物は引っ越し業者を手配するから。ああ、わかったよ。さっさと出て行ってくれよ。もうお前の顔なんて見たくないから。こうして私たちは別れることになった私たち。私が荷物を運んでいる間、夫は義両親と別荘で楽しい時間を過ごしているたようだ。私とは会わないようにしたかったのだろう。二度と俺の前に現れるなとか、顔も見たくないなんてひどいことを言っていた夫。そんなことを言った夫だったが、数ヶ月後、彼の方から私の前に現れた。一体どういうつもり？
ここ私が働く会社のロビーなんだけど、こんな風に押しかけられるとか迷惑なのよね。頼む。俺を助けてくれ。元夫はそう言っていきなり土下座をしてきた。何かあったの？私は夫が何で困っているのか分かっていたが、あえて聞いてみた。そのローンが支払えなくて。ああ、そりゃそうでしょうね。あなたは2件分のローンを支払ってるものね。なあ、無用。本当に困ってるんだ。俺の給料じゃ払いきれないんだよ。そりゃ私たちが住んでいた家ですら、二人で協力し合って支払おうとしてたくらいだからね。どちらかを諦めるしかないんじゃないの？それが別荘の方は絶対に売るなって親が怒ってて。へえ、それじゃあ私たちが住んでいた方を売るの？それが売れても絶対にローンよりも低い金額で売れるだろうし、別荘の方のローンは全部残ってるし大変ね。そんな人事みたいに言わないでくれよ。いやいや、私たちもう他人でしょ。気の毒だけど頑張ってね。あともうこうやって会いに来たらすぐに警察に通報するから、二度と私の前に現れないで。私がそう言うと、元夫は顔面蒼白の状態でうなだれていた。彼は結局8000万近くの借金を背負うことになった。まあ私たちが住んでいた家は売ったようなのだが、それでも6000万くらいは借金が残っているだろう。こうなったら無理やりにでも別荘に住むしかないだろうな。だが彼は公務員なので、別荘に住むなら仕事を辞めなければいけない。しかし仕事を辞めてしまうと、あの莫大な借金を返すことは無理だろう。自分が住むことができない家のローンを支払い続けるなんてかわいそうだな。まあ自業自得なので同情はしないが、一方私は実家に帰って両親と一緒に暮らしながら、給料のほとんどを貯蓄に回している。何かあった時に蓄えの大事さを思い知ったので、これからしばらくは恋愛はせずにお金を貯めることを第一にして仕事に打ち込んでいこうと思う。俺は高給取りなんだぞ。お前は俺のありがたみを知れ。俺がいなくなったらどれだけ大変か思い知るがいいさ。そう言って夫は実家に帰って行った。夫の勘違いから始まったことだが、私にも発見があった。なんて快適なの。夫がいない生活はものすごく楽だったのだ。そこで私はとある決意をした。その時ちょうど夫から電話がかかってきた。どうだ、反省したか？ええ、とっても反省してるわ。そして決断したわ。私と離婚してちょうだい。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。私にはマサトという現在お付き合いしている人がいる。彼との出会いは合コンだった。彼は一般企業に勤めるサラリーマンで、見た目は爽やかで気さくな方だった。私はどちらかというと人見知りの内向的なタイプなので、彼のように優しく自ら話しかけてくれるタイプはありがたかった。マサトは私にいろいろと質問をしてくれて、私は聞かれたことに答えるだけでよかったのですごく楽だった。そして彼自身が話す内容も面白くて、私はすぐに惹かれていった。それから連絡先を交換して、私たちはメッセージのやり取りをするようになった。彼は定期的に食事にも誘ってくれて、私たちは二人で会うように。少しずつ距離が縮まっていき、それから彼に告白をされて付き合うことになった。現在は付き合い始めて1年になる。彼は私よりも2歳上なので、包容力もあり大人らしく私をリードしてくれる。いろいろとデートプランを考えてくれるし、私をとても大事にしてくれる。そんな彼のことが私は大好きだった。そのように順調に交際を続けていた私たち。そんな中、ある日彼が私を高級レストランに誘ってきた。
その日は記念日でも何でもない日だ。だから私はもしかしてと思った。彼はついに私にプロポーズをしてくれるのではないだろうか。そう期待した。そしてそれと同時にものすごく緊張をした。実際に予約したというお店に行くと、私以上に緊張している彼がいた。これは間違いないのではないだろうか。ガチガチに緊張している彼を見ると、私は少し緊張が和らいだ。不思議なもので自分よりも緊張している人を見ると落ち着くようで、私はそれからリラックスした状態で食事を楽しむことができた。一方でマサトの方は、食事中も緊張しっぱなしの様子。ちょっと気の毒だったので、食事の前半で私は話を振ってみた。いきなり高級レストランに行こうって言い出したから、びっくりしちゃった。今日は記念日とかでも、お互いに誕生日とかでもないのにどうしたの？私がそうやって聞くと、彼はギクッとした表情になった。うん。今もう言うしかないよね。彼はそう言うと真剣な目になった。それを見て私も背筋がピンとなる。本当は食事を終えてから言おうと思ったんだけど、もうごまかせなさそうだから言うね。俺にとってのぞみはこの先もずっと一緒にいたいと思える、それくらい大事な人なんだ。だから、俺と結婚してこれからもずっとそばにいてください。そう言って彼は私に指輪を渡してきた。私は彼からのプロポーズがとても嬉しかった。ここだけ時がゆっくり流れているような、私たちしか動いていなくて周りが止まっているかのような感覚がした。来るかもしれないと予想ができていても、プロポーズというのはものすごく嬉しいものだ。私はこくりとうなずいて、はい、よろしくお願いしますと返事をした。それからリラックスした彼は、安心しきったことでお腹がものすごく空いたようで、美味しそうに高級レストランの食事を楽しんでいた。私も彼からもらった指輪を薬指につけながら、料理を堪能した。こうして結婚することになった私たちは、早速お互いの両親に挨拶をしに行った。私の親は彼のことをとても気に入り、結婚を認めてくれた。そして私も彼のご両親から気に入ってもらえた。嫁姑問題など起きなさそうなくらい、彼の母親は優しかった。終始笑顔でいろんな質問をしてくれたり、彼の幼少期のことなどを話してくれた。のぞみさんのような人が、マサトの結婚相手になってくれて嬉しいわ。この子がわがままとか言って、迷惑かけてないかしら。いえいえ、全然そんなことないですよ。優しくて紳士的で私のことをリードしてくれますよ。まあ、マサトが。義母はちょっとニヤッとしながら、マサトのことを見ていた。自分の息子を褒められて嬉しそうにもしている。彼はすごく恥ずかしそうにしていた。何言ってんだよ、母さん。俺だってそういう紳士なところはあるよ。へえ、そうなのね。彼と義母のやりとりは、見ていて微笑ましかった。そしてそれから私たちは両家の顔合わせを済ませて、結婚式を挙げた。たくさんの友人たちやお互いの職場の人たちが参列してくれて、私たちを祝福してくれた。そのため、私たちの結婚式はとても思い出深いものになった。その後、新婚旅行に行って帰国後に私たちは一緒に暮らし始めた。優しい彼との生活に私は期待した。きっと楽しい結婚生活になるだろうと。だが最初からなんだか雲行きが怪しかった。のぞみは結婚したら仕事を辞めるんだよな。え？いやいや、辞めないよ。え？そうなの？結婚したら、専業主婦になるものだとばかり思ってたよ。そうだったんだ。でも私は仕事を続けるから。そっか、でも家事は手を抜かずにやってくれよ。え、仕事をするっていうわがままを言ってるんだから、
家事もちゃんとしろよ。私は目が点になった。共働きだから家事は分担じゃないの？私がそう言うと夫が目を見開いた。何言ってんだよ。家事ってのは嫁がやるものって決まってるだろうが。それに俺、家事なんて生まれて一度もやったことないし。そこで私は彼がずっと実家暮らしだということを思い出した。いや、だとしても部屋の掃除をしたり、洗濯を手伝ったりはしたことはあるだろう。全くなんてことはないでしょう。食器を洗ったりとか、ちょっと食材を切るのを手伝うとか。そんなのしたことないよ。部屋の掃除は？母さんが日中やってくれてた。洗濯物もアイロンがけも母さんがいつもやってくれてたよ。そう。なんだ。私は頭を抱えた。たとえ実家暮らしだとしても、少しくらいは家事を手伝ったりした経験があってもいいだろう。だが夫は全く家事をやったことがないようで、そのため一切自分はやらないと言ってきた。そして私が仕事を続けるには、一人で家事をやらなければならない。いきなり、なかなか大変な決断を迫られてしまった。しかし私は仕事が好きだったので、続けるという選択肢を取った。まあとりあえず家事もなんとかなるだろう。そう思いながら家事と仕事の両立を目指して頑張った。だがすぐに問題が起きた。それはある日のこと。ねえ、なんか晩ご飯地味じゃない？え？地味？品数が少ないっていうのかな。俺が実家にいた頃は何品も小鉢が並んでいて、メインのおかずに汁物にご飯にとすごく豪華だったよ。のぞみもそれくらいちゃんとしてくれよ。え、そんなの無理に決まってるだろう。義母は専業主婦だったから、余裕を持って晩ご飯の品数を多く用意できたのだろう。だが私は仕事をしているし、朝だってなかなか時間を作れないから、そんな風に品数を用意することはできない。いや、お母さんのように何品も作るのは難しいよ。私がそう言うと、夫は箸を置いて私を睨みつけた。俺との約束覚えてないの？家事を抜かりなくやること。それが仕事をすることを許可した条件だけど。そう、それはそうだけど。まさか夫がここまで面倒なことを言ってくるなんて。どうする？仕事辞めて専業主婦になる。いや、それは嫌だよ。じゃあ、ちゃんと家事をやれよ。そうやって言って呆れた顔をする夫。もともとはあんたが家事を一切やってくれないのが悪いんじゃないか。私は夫に対してイライラした。そんな風に言うなら少しくらい家事をしてほしいものだ。そして夫はこんなことを言った。だいたい俺の稼ぎだけで生活だってできるというのに、お前に働くことを許可している寛大さに感謝してほしいものだよ。夫はそんなに稼いでいるのだろうか。まだ結婚してから1ヶ月も経っていなかったので、夫がどれくらい給料があるのか私は知らなかった。ごめんなさい、感謝してるわ。それなら私が雅人の手を煩わせないようにお金の管理をさせてもらってもいいかしら。家計簿とかつけるの大変でしょ。私が大変な役目を引き受けるから。私がそう言うと、夫は感心したような顔をした。自分から申し出るなんて偉いな。いいぞ、お前に任せよう。よし、これで夫の給料を確認できるぞ。そして数週間後、夫の給与明細が届き、私は中身を確認した。私は何度も夫の給与明細を確認した。嘘でしょ。そこに書かれた給料、夫の手取りはたったの15万円だった。何度確認しても15万であることに間違いなかった。見間違いじゃない。誰か違うパートさんとかのが入ってたのかな。何度も名前の部分を見た。
だが正真正銘夫の給与明細だった。私は絶句した。これで高給取りだなんて言えないだろう。夫は何かふざけているのだろうか。しかしそんな様子はなかった。あれは本気で語っている目だった。そしてある考えが浮かんだ。もしかしたら夫は全てが実家で過ごしていた頃のことが基準なのではないだろうか。だとしたら合点がいく。私は仕事から帰ってきた夫にとある質問をしてみた。ねえ、実家で暮らしていた頃って家にお金は入れてた？え、どういうこと？給料から月数万円ほど食費とか家賃代わりにお金を渡すってこと？何それ、したことなんてないけど。実家にいるのになんでそんな無駄なことするの？夫は訳が分かっていない様子だった。どうやらやっぱりお金は1円も家に入れていなかったようだ。それなら給料はすべて自分が遊ぶためなどに使える。マサトは自分の給与明細をちゃんと見たことあるの？え、ないけど別に必要なくない？だってめちゃくちゃ裕福な暮らしができてたし。そりゃ自由に使えるお金が15万もあったら裕福だろう。正直に言うけど、あなたの給料は手取り15万よ。こういうのははっきり伝えて分からせなければ。そう思って言ったのだが、夫には全く響いていなかった。そうなんだ、分かったよ。じゃあ家計管理よろしくな。え、夫はそう言いながらスーツを着替えに行ってしまった。私の言葉の意味を全然理解していないような気がする。とにかく夫は金銭感覚もやばそうだ。私はこれはしっかりと家計をやりくりしなければと思った。そして夫に対しては小遣い制にして月に5万を渡すようにした。これなら今までの3分の1だし、残りは光熱費と食費などに充てて、あとは私の給料で賄うことにしよう。そうやって計画的に私は毎日の暮らしを節制するように心がけていた。だがそんな中、夫が不満そうな顔で私に抗議してきた。俺の小遣い少なすぎるだろ。え？今までみたいなお金の使い方ができなくなったぞ。それはお前が俺に渡す額を少なくしてるからだろ。ちょっと待ってよ、5万って結構渡してる方だと思うけど。嘘つくな、もうなくなったぞ。え、もうまだ1週間しか経っていないのに。一体何に使ったのよ？え、服を買ったりだな。いつもなら数着買っても月末まで全然お金が残ってるのに、もう金がなくなったぞ。お前、俺の給料からだいぶ自分の懐に入れてるだろ。いやいや、なんでそうなるのよ。私はちゃんと家計をやりくりしてるわよ。あなたの小遣いはあなたの給料の3分の1なの。じゃあ3分の2はどうしたんだよ。それは食費や光熱費などに回してるわ。生活費として必要なものよ。だとしたらお前のやりくりが下手なんだな。え？とにかく俺の小遣いをもっと増やせ。じゃないとお前には家計をもう任せないぞ。そんな。私は仕方なく夫への小遣いを10万に変更することにした。夫が自分の給料を自分で管理して好き勝手使うよりはマシだと思ったからだ。夫はしばらく満足そうにしていたのだが、やがてお金の使い方がさらに荒くなったのか、また足りないと文句を言ってくるようになった。こんなことは実家では一切なかったぞ。お前やっぱり裏で着服してるだろ。俺に正当な金をよこせ。そうやって主張してきた夫。私は正直限界だった。これ以上は無理よ。あなたは一人きりで暮らしてるわけじゃないのよ。二人で暮らしてるんだから、ちゃんと二人の生活のためにも使えるお金は残してよ。今あなたに自分の給料を自分で管理させたら、家に1円だってお金を入れないじゃない。何言ってんだよ。
俺は高給取りなんだぞ。そんな風にわがままを言うなよ。お前は俺のありがたみを知れ。そんなことを言ってきた夫。私の中で何かが切れた音がした。どこが高給取りなのよ。私は正しいことしか言ってないわ。あなたはむしろ低所得よ。それにすら気づけないなんて無能じゃない。なんだと、お前、俺のことをバカにする気か。ふざけるな。お前ごときが俺に悪口を言うなんておかしいだろ。え、お前ごとき。そうだろうが、お前は俺がいなかったら自由に生きることはできないじゃないか。随分と自己中心的な都合のいい解釈だろうか。私をそんな風に見ていたのか。そして夫は何か思いついたかのようにニヤニヤしながら口を開いた。そうだ、俺はしばらく実家に帰ることにするよ。俺がいなくなったらどれだけ大変か思い知るがいいさ。そう言って夫は実家に帰って行った。それから私は一人で生活をした。夫の勘違いから始まったことだが、私にも発見があった。なんて快適なの。夫がいない生活はものすごく楽だったのだ。小言や文句を言ってくる人物がいない。お金がないのにあると思い込んでいる人物がいない。自分勝手な人物がいないだけで、私はものすごく平和に快適に過ごすことができた。そこで私はとある決意をした。その時ちょうど夫から電話がかかってきた。どうだ、反省したか。ええ、とっても反省してるわ。そして決断したわ。私と離婚してちょうだい。そうかそうか、やっぱり俺のありがたみが。って、ちょっと待ってよ、離婚って言った。ええ、離婚よ。どうして?なんでかわからないの?あなたの今までの態度のせいよ。たったの15万しかないのに高給取りだとか言って、いろいろと難題ふっかけて。それで傲慢な態度をとって、一切家事をやらずに私に押し付けて。それなのに私の家事に対して、いちいち文句をつけてくるし、どんどん小遣いをあげるよう命令してくるし、私はもうあなたに耐えられないの。離婚するしかないと思うの。そんな。私がそう言うと、電話口から義母と夫が話す声が聞こえてきた。あんた、またそうやって嫁さんに家事を押し付けて亭主関白を気取ったの。いや、俺はそんなことは。私は義母の発言が気になった。ちょっと今のどういう意味?もしかして前にも奥さんがいたの?私がそう質問すると夫はさらに動揺した。あ、いや、それはその。どうやら図星のようだ。正直に言ってちょうだい。実は、一度結婚していたことがあるんだ。どうして黙っていたの?それは、その、前の奥さんからも今と同じような理由で逃げられて。何にも学んでなかったってことね。そりゃ捨てられて当然だわ。俺が悪かったよ、のぞみ。反省するから許してくれ。お母さんに言わされて謝ってるのが、言い方からバレバレなんだけど。前の奥さんに言われたのかはわからないけど、あなたの給料って他の会社だったら新入社員の初任給程度だからね。それをあなたは実家に帰省して、家に一円も入れないから好き勝手に使えるお金が多かっただけ。バツイチだってことを、お母さんたちも黙っていたことは正直許せないけど、あなたがそれ以上、お母さんたちのすねをかじるようなことは見過ごせないわ。一回一人暮らしをして、あなたの給料では裕福な生活なんてできないってことを自覚してほしいわ。とにかく私は、あなたとは離婚をするから。そのつもりで、私はそう言って電話を切った。そして荷物をまとめて実家に引っ越し、今まで住んでいた部屋もすぐに解約をした。
夫とは弁護士を通して離婚をした。義両親がうまく間に入ってくれて、夫との離婚をスムーズに進めてくれた。そして義両親は私に対して謝罪の手紙を送ってきた。自分たちが息子を甘やかしてしまったせいだと。そのせいで迷惑をかけてしまったと。黙っていたことも悪かったと謝っていた。まあ義両親もいい加減夫から離れたかったのだろう。そこは気の毒に思う。義両親は覚悟を決めて元夫を追い出して一人暮らしをさせたようだ。元夫はそこでようやく一人暮らしの大変さと自分の給料がいかに低いかを痛感して反省しているようだ。だがもう元夫を私が許すことはない。もし仮に次に恋愛する相手が見つかったのならば、その人に対してはあんな傲慢な態度を取らずに、堅実に誠実に接してほしい。そう思うばかりだ。一方、私は単身用マンションを借りて、快適に過ごしながら仕事に打ち込んでいる。そして今度はもっと慎重に相手を選んで、恋愛をしようと思った。でもまあ今は、恋愛よりも仕事の方を頑張って、どんどん貯金を増やしていこうと思う。すぐに旦那さんとは離婚してください。は。この助産師さんは、一体何を言ってるのだろうか。私が訳が分からずにいると、助産師さんは驚きの事実を私に告げた。落ち着いて聞いてください。あなたの旦那さんは？私の名前はのぞみ、34歳の専業主婦だ。夫の正人とはもともと大学の同級生で、同じ学部の同じ学科にいた。同じゼミも取っていたので、いなが王でも接する機会が多かった。大学時代は付き合っていなかったのだが、社会人になってからでも気を使わずに済む男友達として、私は彼とよく飲みに行ったりしていた。そんな彼と距離が縮まったのは、私たちが26歳の時のこと。共通の友人が結婚をした時の結婚式がとても良くて、私は感動していた。すると正人も全く同じことを考えていたのだ。結婚式のあの部分、すごく良くなかったか？わかる。私もああいう結婚式を挙げたいって思った。俺も、なんていうか、二人で考えた理想の結婚式っていうのが伝わってよかったよな。うんうん。私たちは二人で盛り上がり、お互いの理想の結婚式について熱く語った。それがきっかけで、お互いの恋愛観とか結婚観みたいなものをよく話すようになり、話せば話すほど似た考えを持っていることに気づいた。そうなると自然と意識し合うもので、私たちはいつからか付き合うように。交際を始めてからは、どうして今まで付き合わなかったのだろうと思うくらいに、楽しい時間を過ごせた。そして私たちは約3年ほど交際を続けて、結婚することになった。すぐに結婚しなかったのは、彼が仕事である程度結果を出してから、結婚をしたいと言っていたからだ。また私に対して、結婚したら専業主婦になってほしいと言っていたので、それなら私も20代のうちは働きたいと思った。だから29歳の時に結婚しようと話し合って決めたのだ。私たちの結婚は、たくさんの人に祝福してもらえた。大学時代の友人たちはもちろんのこと、お互いの職場の人や親族からも祝福の声をもらった。そして始まった私たちの結婚生活。私は専業主婦になり、夫のことを支えるべく家事を頑張った。やっぱりのぞみの料理は美味しいな。これからはこれを毎日食べられるんだろう。俺は幸せ者だな。そう言ってもらえて嬉しいわ。交際期間が3年と長くても、新婚というのはやはり新鮮さを与えてくれるのだろう。私と夫は付き合いたてのようにイチャイチャしていた。そして幸せな気分のまま、さらに嬉しい出来事が起きた。妊娠ですか？
なんと私が妊娠していることが分かったのだ。本当か。やった。夫に妊娠の報告をするととても喜んでいた。そしてすぐに夫はいろんなベビー用品を買い込んでいた。ちょっとまだ性別は分からないんだからあまり買いすぎないでよ。そうだな。じゃあ何種類か買おう。いやいや、もったいないでしょ。私が止めないと余計なものまで買ってしまいそうな勢いだった。それから夫は定時で帰ってくるようになり、私のサポートを積極的にしてくれた。安心してのぞみが子供を産めるようにしたいからね。ありがとう、マサト。夫は課長という責任ある立場にいたのにもかかわらず、私のことを優先してくれた。そんな夫に私は惚れ直した。いや、もともとものすごい惚れてたんだけど、さらに好きになったという感じだ。夫のおかげで、私は精神的にすごく穏やかな状態で出産を迎えることができた。そして無事に出産を終え、可愛い女の子が生まれてきた。私と夫は娘に舞という名前をつけた。夫は娘を溺愛していて、出産後も定時に帰ってきて娘をあやしていた。出産後も大変なことが多いから、そうやって夫がサポートしてくれることはありがたい。休日でも夫は娘を連れて、3人でショッピングモールに行ったり、ドライブに連れて行ってくれたりした。私たちはそうやって、家族で楽しい思い出を作ることができた。娘もすくすくと成長し、あっという間に5歳になった。毎日元気に幼稚園に通い、今日学校で会ったことを楽しそうに私に話してくれる。晩ご飯の時には、夫に同じ話をしていて、私はいつもそれを微笑ましく見ている。だがつい最近、夫の様子が変わってきたのを私は感じた。なんていうか、いつも上の空なのだ。お父さん、聞いてる？ああ、ごめん。もう一回説明してくれるかな？また？あなた、さっきももう一回って言ってたわよ。え、本当に？今までなら前のめりで娘の話を聞いていた夫が、最近は全然興味を持ってなさそうなのだ。それにやたらとスマホを気にしている素振りが目立っている。夫はこの数年で仕事でも成果を出し、早くも部長にまで昇進していた。だから仕事が忙しくて、上の空なのかもしれない。残業も結構増えているし、責任ある立場だから、いろいろと考えなければならないことも多いのだろう。それでも娘とのコミュニケーションだけはちゃんと取ってほしいなと思ってしまう。しかし、その後も夫は娘とちゃんと会話をしなくなっていた。自分の父親が真剣に話を聞いてくれないので、娘もだんだんと夫に話をするのをやめるようになった。しかも夫は最近休日出勤が増えていて、休みの日も家を空けることが多くなった。仕方ないので、私は娘と二人でお出かけに行くように。あなた、舞が寂しがってるわよ。お父さんとも一緒にお出かけしたいって。ああ、そうか。でも俺は、お前たちの生活のために仕事をしてるわけだからな。その辺は母親としてうまく説明してくれないか。え、そりゃもちろん、お父さんは頑張ってるって説明してるわよ。だけどそれを差し引いても、ちょっと舞との時間をあまりにも作ってないんじゃないかしら。私がそう言うと、夫はめんどくさそうに頭をかいた。これだから専業主婦は。え？働いている俺の苦労をもっと考えてくれよ。何よその言い方。私はあなたが専業主婦になってって言ったからなったのよ。それにあなただって、専業主婦として家事や子育てを一人でやる大変さを知らないでしょ。専業主婦が部長よりも大変なわけあるか。はあ、もういいわ。あなたがそんな考え方だったなんて思わなかったわ。私と夫はそれからというもの、
会話をしなくなり、ピリピリした雰囲気が常に漂っている状態になってしまった。娘もそれに気づいているようで、なんとなく気を使わせてしまっている。そんな状態が2、3週間ほど続いてしまい、私はさすがにまずいなと思った。そんな時だった。私は急に体調が悪くなり、日中に病院に行った。すると医師から驚きの事実を告げられたのだ。妊娠していますね。え。おめでとうございます。私はびっくりしすぎて頭が真っ白になった。まさか妊娠をしているだなんて思わなかった。私は家に帰ってからも落ち着かなかった。あの診断は本当に私のものだろうか。お医者さんがカルテを違う人のと間違ってたりしないか。そんなことまで考えたほどだった。私はその日帰ってきた夫に意を決して報告をした。ちょっと話があるんだけど。なんだよ。夫はつっけんどんに返事をする。だが私の発言に目を丸くした。妊娠してた。え？だから、二人目ができてたの。嘘だろ。喧嘩中にこんな嘘をつかないわよ。マジか。夫は口に手を当てた状態で固まっていた。一体これはどういう反応なのだろうか。ちょっと何か言ってよ。ああ、すまん。ちょっと驚きすぎちゃって。そう。とりあえずまた産婦人科に行っていろいろと話を聞きに行くから。いろいろと妊娠中の指導とかまたあるみたいだから、あなたにも来てほしいんだけど。え、ああ、わかった。私は夫が上の空なのが少し気になったが、それでも一人では心細いので、夫にもちゃんとついてきてほしかった。そしてそれから一週間後、私と夫は産婦人科へと足を運んだ。予約を入れていたので、すんなりと診察に入れた。医師にエコー写真を撮ってもらい、夫と一緒に見る。そしてその後に、助産師さんから妊娠中の生活について説明を受けた。だが、私はなんだか助産師さんの様子がおかしいことに気づいた。彼女はちらちらと夫のことを見ているのだ。知り合いか何かか、と思ったが、夫の方は全く気づいていない様子。すると助産師は突然、一度、妊婦さんだけにお伝えしたいことがございますので、旦那さんは待合室でお待ちいただけますか？と言い出した。夫はわかりましたと言って、おとなしく診察室を出て行った。一体何だろうか。そんなことは前に妊娠した時はなかったはずだ。何か悪いところでも診察で見つかったのでしょうか。私がそう聞くと、助産師さんは険しい顔をして、私にいきなりこう言ってきた。すぐに旦那さんとは離婚してください。は。この助産師さんは、一体何を言ってるのだろうか。どういうことですか？なぜそんなことを初対面の助産師さんから言われなければならないのだろうか。私が訳がわからずにいると、助産師さんは驚きの事実を私に告げた。落ち着いて聞いてください。あなたの旦那さんは、先月別の産婦人科で出産に立ち会っています。え、ちょっと待ってください。どういうことですか？実は私、先月まで別の産婦人科にいて、今月から転勤でこの病院にやってきたんです。それであなたの、先ほどまでここにいた旦那さんを先月見かけてるんです。その時は別の女性の出産に立ち会っていました。結婚はしていないが、出産後にするつもりだと医師に話しているのを、私は横で聞いていました。え、私は鈍器で頭を殴られたような衝撃を受けた。なんと夫は不倫をしていて、さらには不倫相手との間に子供を作っていたのだ。この時、私の中で全ての合点がいった。
夫が急に残業や休日出勤が増えたこと、家にいても上の空な時が増えたこと、娘ともあまりコミュニケーションを取らなくなったこと、すべて不倫相手との生活に意識が向いていたからだったのだ。私は言いようのない怒りが湧き起こった。絶対に許さない。私は助産師さんにお礼を言った。あなたがいなかったら、私は何も知らずにのうのうと生きるところでした。本当にありがとうございます。私の意志を強く持った目を見て、助産師さんは、頑張ってください。負けないでくださいね、と手を握って応援してくれた。診察室を出ると夫は、終わった、と間の抜けた声で聞いてきた。私は、終わったよ、と答えながら、心の中でそっと、お前がな、とつぶやいた。それから私は夫に、二人目って意外と体調を崩しやすいそうだから、里帰り出産をしていい、と尋ねた。もちろん舞も連れて行って、面倒を見るから。私がそう言うと、夫は少し頬が緩んだ。おう、全然構わないぞ。本当に。家事とか食事の準備とかできなくなっちゃうけど、いいの？そんなの俺一人だけならなんとかなるよ。だから気にしないで行っておいでよ。夫は優しくそう言った。嬉しさがにじみ出ているのが伝わってきて、本当に気持ち悪かった。きっと私が里帰りをしている間に、不倫相手と心置きなく会いまくるのだろう。だがそれは私にとっても好都合だ。私はすぐに更新所に調査を依頼した。夫が油断している今がチャンスだ。実家でゆったりと過ごしながら、更新所の調査結果を待った。すると、一週間程度で不倫の証拠をつかんだという連絡が入ったのだ。夫は私が里帰り出産で実家に帰った日から、ずっと不倫相手の家に泊まりに行っているらしい。衣服なども一式持って行っているようで、不倫相手の家から仕事に通っているそうだ。さらには大量にベビー用品を買い込んでいる姿も写真に撮れたようで、不倫相手との間に子供がいることは明らかだそうだ。私はすぐに両親にこのことを報告した。二人とも事実を知って憤慨していた。そして私は義両親にもこのことを報告。義両親はすぐに実家にやってきてくれて、私たちに謝罪をしてくれた。バカ息子が本当に申し訳ございません。必ず報いを受けさせるので。義両親が私の味方でよかった。私は自分の父親と義両親を引き連れて、不倫相手の家を訪ねた。母には実家で娘の面倒を見てもらった。さすがに修羅場を娘に見せるわけにはいかないからだ。私がインターホンを押すと、不倫相手が玄関を開けて出てきた。え、あなたたち誰ですか？いきなり知らない大人が4人も訪ねてきたので、不倫相手の女性は驚いていた。するとその声が聞こえてきたのだろう。夫が玄関の方にやってきた。どうしたの？え？私たちに気づいて固まる夫。あなた、久しぶりね。どうしてここに？しかもお父さんや母さんたちまで。マサト、あんた何やってるのよ、この恥さらしが。マサト君、一体どういうことか説明してくれないかな。夫がみんなから詰め寄られてたじろぐ。これはその言い逃れはできないわよ。あなたが不倫をしていて、さらに子供まで作ったこと、みんなすでに知ってるんだから。ここにそれを裏付ける証拠写真もあるわ。私が写真を見せると、夫と不倫相手は顔を青くした。あなたには離婚を要求し、不倫に関しての慰謝料と子供二人分の養育費を請求するから。ちょっと待ってくれ。離婚は100歩譲って仕方ないにしろ、慰謝料と養育費に関しては話し合わないか。俺は彼女との子も養っていかないといけないんだ。
それなのに、さらに2人分の子供の養育費まで加わるなんて無理だよ。私は夫の言い分に呆れてしまった。すると義両親が前に出た。あんたいい加減にしなさいよ。さらに2人分のじゃなくて、のぞみさんとの間にできた子供が優先的でしょう。なんで不倫相手との子の方が大事みたいな言い方してるのよ。お前が無理だとか、そんなのどうだっていいんだよ。父親なんだから養育費を支払う義務があるんだ。自分が罪を犯したんだから、おとなしく従って罪を償え。義両親の怒声にたじろぐ夫、そして私の父も前に出た。娘を傷つけたこと、私は絶対に許さないよ。そして君は孫のことも傷つけることになる。自分の父親がそんな最低な人だと知った孫たちの気持ちを考えたことがあるかな。それだけ君は最低なことをしたんだよ。父は淡々と述べながらも、その目は鋭く夫を睨みつけている。夫は顔面蒼白の状態で、今にも倒れそうになっていた。じゃあ、あとは弁護士を通して話しましょう。私はそう言って父と義両親と一緒にその場を去った。夫と不倫相手は膝から崩れ落ちて、その場にへたり込んでいた。その後、私は弁護士を雇い、夫に離婚を要求。そして夫と不倫相手に慰謝料を請求した。慰謝料は200万ずつ支払ってもらえることになった。だが夫にはまだ養育費を支払う義務がある。これから生まれてくる子供が20歳になるまでの養育費は合計で1500万、そして5歳の娘に関しては15年間分で1080万。私は夫に逃げられたくなかったので一括で請求した。夫は渋っていたそうだが、義両親に協力してもらってなんとか一括で払ってもらえた。慰謝料と合わせると夫は2780万を支払わなくてはいけなくなった。大企業で部長をしていたから貯金はかなりあったが、今回で一気になくなったようだ。夫は私とタイミングを狙って離婚をし、不倫相手と一緒になった後に家を建てようと思っていたそうなのだが、今回の支払いでそれが叶わなくなった。不倫相手は夫に稼ぎがあるから仕事を辞めていたらしいが、夫が一気に貯金がなくなり、自分で慰謝料を支払わないといけなくなったため、現在はフルタイムでバイトをして、分割で慰謝料を支払っているらしい。元夫はゼロからやり直そうとしたそうだが、さらに災難が彼を襲った。元夫が働いているのは大企業なだけあって、どんなネタを使ってでも上へ上がろうとするものが多かった。どこからか元夫が不倫をして、さらに子供まで作っていたことを聞きつけた同僚が、それを大口顧客である取引先の女性社長に告げ口をしたらしい。するとその社長は、元夫が部長のまま何の処分も受けないのなら、そのような会社とは契約を見直したいと言ったそうだ。それを受けて、会社は元夫を平社員に降格させて、地方の田舎の部署に飛ばしたそうだ。元夫は一気に給料が下がり、誰も知り合いがいない場所で、出世の未来が見えない状態で働くことになった。しかも不倫相手にもついてきてもらえなかったそうで、今は本当の孤独を味わっているそうだ。一方、私は実家に戻り、無事に2人目の出産を終えた。生まれてきたのは男の子だった。娘は初めてできた弟に興味津々で、お姉ちゃんとしての自覚も芽生えていた。その後、私は実家近くの小さな会社の事務員として再就職することができた。現在は親のサポートを得ながら、シングルマザーとして子育てに奮闘している。可愛い娘と息子の笑顔を見るだけで、何でも頑張れそうだ。これからも私はこの子たちのために、全力を尽くして生きていこうと思う。あれ、やっぱりいないのかな。うん、どっか出かけてるのかもね。
でも車はあるんだよな。夫はそう言うと実家の鍵を取り出して家に入っていった。う、何この匂い。異臭がしたのでなんだろうと思っていると、私と夫はとんでもない光景を目の当たりにした。父さん、これは一体どういうことなんだ。私の名前はのぞみ、35歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して5年になる。私たちの出会いは合コンだった。当時私は別に結婚をしたいとか考えていなかった。だけど友人からどうしても数合わせでいいから参加してほしいと言われて誘われた合コンで正人と出会った。正人をはじめとした男性陣はみんな同じ外資系に勤めるエリートサラリーマンだった。だから友人は何としても合コンを成功させたかったらしい。正直自分で働いてそれなりにいい生活ができれば満足でしょと思っていた私は、相手の職業がいいからといって時に態度を変えたりしなかった。だが私と一緒に参加していた女性陣は目の色を変えて、自分がこの獲物を手に入れると躍起になっていた。そんな肉食女子たちを見て若干引いていると正人に話しかけられたのだ。あまり楽しんでいないみたいですね。え、あ、いやそんなことないですよ。料理もお酒も美味しいですし。合コンなのに居酒屋の感想を言うんですか。あ、のぞみさんって面白いですね。え、そうですか。今度よかったら2人でご飯に行きましょう。その時全然がっついていなかった私が逆に目立っていたようで、彼は私に興味を持ったらしい。とりあえず連絡先だけは交換したのだが、それでも私は特に期待とかもしていなかった。本当にただの数合わせのつもりだったからだ。しかし彼はすぐに連絡をくれて食事に誘ってきた。ここまでアプローチをしてくるとは思わなかったので、なんだか断るのも悪いなと思い、私は一度食事に行ってみることに。すると思っていた以上に楽しくて、また会いたいと思うようになった。それから何度か食事やデートに誘われ、私たちは距離を縮めていった。そして交際がスタートしたのだ。まさか数合わせで参加した合コンがきっかけで付き合うことになるとは思わなかったのでびっくりした。彼とはその後も順調に交際を続けていった。だがそんな時だった。え、アメリカに長期滞在、それってどれくらい。5年から10年だって。え、そ、そんなに。うん、だからのぞみ、俺と結婚してついてきてくれないか。え、それは彼からの突然のプロポーズだった。私はいきなりすぎて驚いてしまったが、それでもその時にはすでに彼にベタ惚れだったので、私はついていくことを決めた。はい、よろしくお願いします。ほ、本当に。やった。私がプロポーズを承諾すると彼はとても喜んでいた。彼がアメリカの支社に赴任することになるのは半年後。それまでに私たちは結婚式を挙げることにした。すぐにお互いの親に挨拶をして両家の顔合わせも済ませた。私の親はいきなり数年間も私が海外に行くことになって驚いていたが、それでも私が選んだ決断ならと尊重してくれた。結婚式ではたくさんの友人や職場の人がお祝いをしてくれた。ちゃんと日本でみんなを招待して式を挙げられてよかったと思う。それから私と夫は日本で過ごす時間をじっくりと味わった。京都に行ったり、沖縄に行ったり、北海道に行ったりと、月に1回の頻度で国内旅行にも行った。そしてあっという間に日本を飛び立つ時がやってきた。のぞみ、元気でね。うん、お母さんもお父さんも時間あったら遊びに来てね。その頃にはおすすめスポットを案内できるようにしておくから。
アメリカへ海外旅行か。それもいいな。私もお父さんも英語を勉強しなくちゃいけないわね。両親と別れの挨拶を交わし、私と夫は日本を飛び立った。マサトの家族は空港に来なかったの？ああ、父さんは仕事がかなり忙しいし、母さんも妹も昨日実家で一緒に食事をとって別れの挨拶をしたからいいんだ。そっか。まあ息子が相手だとそういう感じになるのかもしれないな。それにマサトは外資系に勤めているから、海外出張とかも多くて、そこまで大ごとに捉えていないのかも。何はともあれ、私と夫はアメリカへ到着し、現地での生活をスタートさせた。私と夫が住むのはワシントン州にあるシアトルだ。巨大な技術産業の都市なだけあって、ビジネスマンを多く見かける。ワイヤレスイヤホンをつなげた電話で身振り手振りをしながら、ビジネスの話をしているスーツ姿の男性とよくすれ違いながら、私はカフェに入ってゆったりとコーヒーを飲んだ。アメリカはやはり物価が高いなと思いながら、巨大スーパーで食材を買い込み、家に帰って料理をしながら夫の帰りを待つ。最初は夫しか会話をする相手がいなくて、私はちょっと退屈だった。そんな時、夫に語学学校に通ってみればと提案を受けた。それは楽しそうだと思い、私はすぐに学校を調べて良さそうな語学学校に申し込みをした。そこには留学できた日本人やアジア人、他の国の人がたくさんいて、異文化交流も楽しむことができた。日本人の女の子と仲良くなり、二人で学校の後に観光をしたりもした。授業もとても参考になり、イタリア人やフランス人の人たちとホームパーティーなんかもして、すごく充実した時間を過ごせている。語学学校を卒業すると、ある程度の英語の能力が身についたので、私は家の近くのカフェのバイトに応募をしてみた。そこのアメリカ人のオーナーはとても優しい人で、私を雇ってくれて、コーヒーの入れ方やラテアートのやり方を丁寧に教えてくれた。ビジネスマンが多く行き交う街なだけあって、客はひっきりなしにやってくる。たくさんのコーヒーを作っていくうちに、バリスタとしての腕も磨かれたし、何より常連の人たちと話したりしていくうちに、英語のスキルが段違いに伸びた。最近すごく生き生きしてるね。夫にそう言われたから、私は本当に楽しんでいるのだと思う。異国の地での生活は来る前はとても不安だったが、来てみるととても充実して楽しかった。あっという間に数年が過ぎ、私もすっかりアメリカ人らしい生活が板についていた。そして約束通り私の両親が遊びに来てくれたのだが、二人とも私が流暢にお店とかで英語を話すのを見て驚いていた。なんだか雰囲気もアメリカの人っぽくなったわよね。日本にいた頃よりも明るくなったんじゃないか。確かに現地の人と関わっていくうちに明るくなったかも。両親はアメリカ観光をとても満喫したようでよかった。その後も私と夫はアメリカでの暮らしをしばらく続けていた。気づけばアメリカに来てからあっという間に5年も過ぎている。そんな中、義母と義妹が遊びに来るという連絡が夫の元に入った。お父さんは来ないの？まあ父さんは仕事が忙しいからな。休みを取ることができなかったのかも。義父は会社を経営しており、社長として毎日忙しく働いている。だから海外旅行のように連休が必要なことはできないようだ。お母さんたち、お久しぶりです。やっとシアトルに来れたわ。私も楽しみ。案内よろしくね。義母と義妹はとてもはしゃいでいて、夫があんまり騒ぐなよと優しく注意しているのを見て微笑ましく思った。だが私たちは義母と義妹のわがままに振り回されることになる。私、
このお店に行きたい。私はこことここね。義母と義舞が指定したお店はかなり高いお店だった。そんなに買って大丈夫か？いいのよ、どうせあの人のお金だから。そうそう、私たちが使わなかったらただ無駄に溜まっていくだけだからね。私たちは目を見合わせた。そんな風に思われている義父が少し気の毒に思った。まあ海外旅行なんてめったに来ないから楽しいんだろうけど。夫がそう言うと義母はこう返してきた。あら、何言ってるのよ。私たちは海外旅行に何度も行ってるわ。え？ハワイにグアムにフランスにイタリアにスペインに、数えきれないくらいよ。そうだったのか。アメリカだってロスとかニューヨークだって行ったことあるし、シアトルが初めてってだけよ。そのようなことを言ってきた義母。さっきの会話からすると義母も義舞も義父を連れてきてはいないだろうし、どの旅行でも今くらい散財しているのだろう。夫はそのことを知らなかったようで絶句していた。義母と義舞は私たちの家には泊まらずに高級ホテルで連泊をしていた。家で夫と二人きりになると、母さんたちの金遣いの荒さは少し気になっていたけど、まさかここまでだったとは思わなかったよと呆れていた。義父が会社経営者で稼ぎがいいからと気にせず散財しているのだろう。そんな母親と妹を持ちながらも夫の金銭感覚がまともでよかったと思った。それから義母と義舞は数日間くらい滞在していたのだが、どの日もびっくりするレベルのお金の使い方をしていた。まるでセレブのような散財っぷりだ。まあその辺は義父と義母たちの話なので私が特に口を出すことではない。それでもそんなに浪費をしていいのかなとは心配になった。そして義母と義舞が帰ると私はどっと疲れた。なんていうか、自分中心に物事を考えている人たちと一緒にいると精神が削られる。夫もかなり疲れたようで、のぞみ、この数日間本当にありがとな、と私をいたわってくれた。その後、私たちはいつもの日常に戻った。結婚をしてからの5年間のアメリカ生活は、すごく楽しかった。また夫の海外赴任は、さらに3年延びることになり、継続してアメリカでの生活を続けることに。そしてその3年間もあっという間に過ぎた。約8年ぶりの日本での生活か。なんだかんだで 1,2 回しか帰国しなかったものね。最後に帰ったのも4年くらい前だし、今は全く街とか違うんだろうな。私たちは長い海外赴任を終えて帰国することになった。東京に着くと、ああこれが日本だったなという空気や匂いを味わった。私たちはホテルに泊まった後、すぐに部屋を探しに行った。とりあえずは夫の職場近くの賃貸にしようということで、何軒か内見して、良さそうな部屋を契約。それからお互いの実家に帰国の挨拶をしに行くことに。最初に私の実家に行った。私の親は久しぶりに私と再会して、とても嬉しそうにしていた。さすがに8年も経っていると親も年老いていた。そりゃもうすぐ70歳近いからね。今は夫婦でゆったりとした老後を過ごしているよ。そっか、体が元気なら何よりだよ。私たちはアメリカでの土産話などで盛り上がり、美味しいお寿司の出前をとってお酒を飲んで楽しい時間を過ごした。時間もかなりいい時間帯になっていたので、結局その日は実家に泊まることにした。そして数日後、私と夫は今度は義実家に行くことに。だが夫が義実家の人に電話をかけてもつながらなかった。とりあえず軽く挨拶くらいはしておきたいなと思った私たちは、一旦義実家を訪ねてみることに。あれ？やっぱりいないのかな？インターホンを鳴らしても返事が来ない。うーん、
どっか出かけてるのかもね。でも車はあるんだよな。夫はそう言うと、実家の鍵を取り出して家に入っていった。ちょっと、勝手に入っていいの？気づいていないだけかもしれないし、別にこの家の家族なんだからいいじゃん。そう言って家の中に入る夫に、私は仕方なくついていった。何この匂い。家に入った瞬間に感じた、突き刺すようなツーンとした匂い。異臭がしたのでなんだろうと思っていると、私と夫はとんでもない光景を目の当たりにした。父さん、これは一体どういうことなんだ？うん。なんと義父が居間の床で這いつくばっていたのだ。義父の服は何日も洗っていないのか、汚くて、さらに最後に見た時と比べてガリガリに痩せこけていた。おそらく体を洗われていないから異臭がしたんだろう。父さん、何があったんだ？母さんたちはどうしたんだよ？夫が必死になって問いかけると、義父は何か食べるものをと消え入りそうな声で言った。私は急いで台所を確認した。するとパックの白米が一つあったので、お粥を作ることに。その間に夫は汚れた部屋を掃除し、そして私の指示のもと義父の体を拭いてあげた。それだけでも義父はさっきよりもきれいになった。お父さん、お粥ができましたよ。起き上がれますか？すまない。実は足腰を痛めていて、一人で起き上がれないんだ。え？私と夫は初めて聞く事実に絶句した。なんと義父は介護が必要な状態になっていたらしい。そんなこと義母たちから聞いていない。私と夫は慌てて義父のことを支え、今のソファーに座らせた。そして夫がお粥を冷ましながら義父に食べさせた。ああ、夢みたいだ。え？こんな温かい食事を食べたのはいつぶりだろうか。そんな、どういうことだよ父さん。いや、話は病院に行ってから聞こう。私たちはすぐにタクシーを呼び、病院まで義父を連れて行った。義父は栄養失調ですぐに入院となった。医師の話によると、かなり危ない状態だったらしい。点滴をして少し落ち着いた頃に、私たちは義父から話を聞いた。そんな、母さんたちが。そこで聞かされた話は驚愕の内容だった。義父は数年前に足腰を痛めたことをきっかけに現役引退を表明し、会社経営を部下に任せて家に戻ったらしいのだが、その際に義母や義舞が全く介護や家事をしてくれなかったらしい。それどころか毎日のように外に遊びに行き、すべてをヘルパーさんに任せっきりにしてたんだとか。しかしヘルパーさんは日中の契約しかしておらず、夜は義母や義舞の役目になる。義母たちは介護をめんどくさがり、晩ご飯は残飯だったりお菓子だったり、とにかく栄養が足りない少ない量のものばかりで、義父はどんどん痩せていったそうだ。しかも義母たちは義父を置いて勝手に旅行に行くこともしばしばだったらしい。だんだんと義父は弱っていき、足腰だけでなく腕の筋肉も衰えて、できることがかなり減ったらしい。そして今も義母と義舞は1週間ほどのヨーロッパ旅行に行っているそうだ。もう私は死ぬかもしれないと思ったよ。父さん。私と夫は義母たちにこの上ないほどの怒りが湧き起こった。私たちは義母たちが日本に帰国してくるのに合わせて、いろいろと法的措置を取ることにした。そしてどうやら義母たちが家に帰ってきたようだ。私と夫はすぐに義実家を訪ねた。あら、マサトたち、久しぶりね。もう日本に帰ってきてたの？母さん、そんなことより、父さんのこと気にならないのか？え、ああ、そういえば家にいないわね。何？あなたたち何か知ってるの？出かけてるだけかと思ったけど。
ごまかそうとしても無駄だよ。俺たち全部知ってるんだからな。父さんは今病院で入院してる。え、しらばっくれるなよ。要介護の父さんを置いて1週間も家を空けるなんてどういうつもりだ。夫がそう責めると義母たちは観念したようだ。なんだ、そこまでバレてたの。お兄ちゃんも回りくどいことしないで、全部すぐに聞いてくればよかったのに。ふざけるな。介護を全くしないで命に危険を及ぼすような状態にするなんて最低だぞ。ちょっとそんなに怒らないでよ。私たちはただでさえあの人に困ってたんだから。今までずっと仕事で家にいる時間が少なかったくせに、急に介護が必要なくらい足腰を悪くしてずっと家にいるようになったんだもの。そんなの私たちからしたら迷惑極まりないでしょ。だから私たちの方からどんどん外に出るようにしたのよ。その金は父さんが今まで稼いできたお金から出してたんだろ。つまり父さんがいなかったらそんな贅沢だってできなかったんだぞ。うるさいわね。私たちは家族なんだからいいじゃない。そうそう、誰が使おうと勝手でしょ。なんならそのまま死んでくれてたら遺産が入ったっていうのに。そう言って高笑いをする義母と義妹。私も夫も呆然としてしまった。この人たちには何を言っても意味がない。そうか、分かったよ。俺は母さんたちとは縁を切るから、もう二度と俺を家族と言わないでくれよ。まあ別にいいんじゃないかしら。そうそう、お兄ちゃんだってずっと海外にいて関わりがなかったんだもん。それじゃあ俺たちはもう行くから、せいぜい残された平和な日々を満喫していれば。夫の最後の発言に目を丸くしていた義母たち。このあと彼女たちに起こることはあえて言わないでおいた。それから数日後、夫のもとに義母から鬼電がかかってきた。もしもし、もう縁は切ったはずだけど。ちょっとなんで私たちが逮捕されなきゃならないの。ああ、警察がついにやってきたんだね。俺が通報したんだよ。母さんたちは保護責任者遺棄罪というものに該当していたからね。つまり介護をしてもらわないと生きられない状態の人を放置していたことに対する罪だよ。極めて重い罪だから懲役は免れないと思うよ。そんなどうして私たちがこんな目に遭わなくちゃいけないの。それは父さんのセリフだろ。一生懸命に家族のために働いてきたのに、あんな裏切られ方をされて一番ショックだったはずだ。俺も母さんたちを許すことはできない。刑務所に入って反省をしてくれ。そんな、お金を払って保釈とかされないの。残念だけど懲役しかないから無理だよ。それに母さんにお金なんてないだろ。父さんは母さんと離婚をすると言ってるからな。え、だからもう夫婦でもなくなって父さんの金を使うことはできなくなるよ。そんな。義母は電話越しでショックを受けていた。じゃあもう切るから、ちゃんと罪を償ってくれよ。夫はそう言って電話を切り、義母と義妹の電話を着信拒否にした。その後、義母と義妹は懲役5年が言い渡され、刑務所に行くことになった。3年以下なら執行猶予がついた可能性もあったが、そのまま死ねばよかったなど、明らかに悪意を持って義父を放置していたと判断されるような発言をしていたため、懲役5年となったそうだ。もちろん面会なんて行かないから、彼女たちが現在どうしているかはわからない。でもこれ以上ないほどの絶望を味わっていることだろう。私と夫は義父を引き取ることにした。賃貸マンションを契約したばかりだったが、義父が新しい土地を購入して、バリアフリーの家を建てると言ってくれたので、広めの一軒家を建てて3人で暮らすことに。翌年には第一子も生まれ、今は4人で仲良く幸せな日々を過ごしている。そうやって私に面倒事を何でも押し付けてくるのが嫌なのよ。協力し合わないなら介護はあなたがしてちょうだい。
いいから黙って面倒見ろ。嫌なら離婚だ。この言葉は首の皮一枚つながっていた私と夫の関係を完全に断ち切った。もうこの男とは一緒にいられない。わかったわ、じゃあ離婚で。私の名前はのぞみ、32歳の専業主婦。夫の正人と結婚してもうすぐ4年になる。私たちはもともと同じ会社で働いていた同僚だったのだが、結婚を機に私は寿退社をして家庭に入った。幼い時に両親が離婚してしまい、私は母に引き取られて母子家庭で育ったのだが、夫はそんなことを全く気にすることもなく、私をとても大事にしてくれた。夫は私よりも2歳年上で、役職に就いていたので給料は安定していた。結婚当初は甘い新婚生活を過ごしていたと思う。もともと結婚願望が強かったし、両親が離婚していたこともあって、私は平凡な夫婦に憧れていた。だから家庭に入ったのもあるかもしれない。家事に集中して稼いでくる夫を立てて、それが幸せなんだと思っていた。夫はたまに亭主関白的なところもあるけど、それなりに幸せに過ごしていた。だがつい最近、夫が思わぬことを話し始めた。ちょっといいか？何？どうしたの？母さんが一緒に住みたいって言ってるんだよ。え？父さんが亡くなって2年が経つだろう。そろそろ一人暮らしが大変らしくてな。母さんももう65歳になるし、持病もあるから心配なんだよ。だから俺たちで世話してあげたいと思ってるんだ。私はまさかの提案にびっくりした。義父に先立たれて一人暮らしをしている義母が我が家に住みたいと言ったそうなのだ。母さんが足を悪くしているのは知ってるだろ。家に一人だといろいろと不便だし、不安なことも多いそうなんだ。どうやら夫は義母を迎え入れたいようだ。持病のことは知っていたし、義母のことは私も気にかけていたが、まさか同居を申し出られると思いもしなかった。私は悩んだのだが、夫から何度も強くお願いされたこともあり、ひとまず義母を迎えることにした。同居が決まると、義母はまるで準備でもしていたかのように、それまで住んでいたマンションを解約し、私たちが住むマンションにやってきた。こうして始まった義母との同居生活。私は義母に対してはもともと悪い印象はなかった。頻繁に義実家に行っていたわけではないけど、盆とか正月とかに遊びに行った時は私に優しくしてくれた。だから同居しても問題はないだろうと思っていた。しかしいざ同居が始まると、義母は今まで見せなかった本性を出し始めたのだ。のぞみさん、お金を貸してくれる？え？どうしてですか？お友達とお茶しに行くのよ。私は無職だからお金がカツカツでね。いや、でもお母さん年金もらってますよね。それにお父さんの遺産や実家を売ったお金だってあるじゃないですか。何？あなた、姑に友達と遊びに行くなって言うの？いや、そういうわけじゃないですよ。でも、この前にお母さんが欲しいって言ってたバッグも、うちの家計費から出したばかりじゃないですか。何よ、ケチくさいわね。お茶代くらいいいじゃないのよ。マサトに言うわよ。そもそも、あなたは専業主婦なんだから、お金を出しているのはマサトじゃない。確かにそうだ。でも私は夫から家計の管理を任されている。だから私がしっかりしないと、いずれ義母の浪費癖によって私たちの生活が大変になりそうだ。そもそも、お母さんは足が悪いんですから、あまり外に出歩かない方がいいと思うのですが。あなた、ああ言えばこう言うのね。本当に融通の利かない女だわ。そう言って怒りながら自室にこもってしまった義母。どんなに義母が私に腹を立てても、こればかりは譲れない。
しかし義母は夫のことを味方につけたようだ。おい、のぞみ、お前、母さんに対して何やってんだよ。え？母さんがお友達と遊びに行くのを禁止して、この家に監禁しようとしてるって聞いたぞ。何よそれ、私はそんなことしてないわ。この前のバッグのお金も返してもらっていないのに、お茶代を貸してほしいって言ってきたから断ったのよ。はあ？なんでお前が勝手に断ってるんだよ。この家の稼ぎは全部俺が働いて得たものだ。だから金をどう使うかは俺が決めるんだよ。お茶代くらい渡せよ。分かったわよ。義母はニヤニヤしながら、ほら、言ったじゃないか。お金を出してるのはマサトだって、と私に言ってきた。それじゃあ5000円ちょうだい。え、お茶代に5000円ですか？どれくらいかかるかわからないだろう。だったら多めに持っていくのが普通じゃないか。いや、でも。いいから、母さんに5000円をあげろ。まったく、お前がここまで臨機応変に対応できない嫁だとは思わなかったよ。はあ、私が悪いって言うのか。お前は自分の母親を甘やかしすぎなんだよ。マサトも苦労してるんだね。よし、私が一肌脱いで嫁を教育しよう。え？母さん、本当か？それは助かるよ。マサトのためだもん。全然いいよ。なんだこいつら。私は義母の本性だけではなく、夫がマザコンだったことも今回の同居を機に知ることになったのだった。夫から許可を得たことで義母は調子に乗り、ますますひどい態度を私に取るようになった。私の料理がまずいとか味がないとか言って文句をつけてきたり、掃除機の音がうるさいとか洗濯をするタイミングにケチつけてきたりと、とにかく私の家事についてあれこれ言ってきた。きっと私が何をやっても気に入らないのだろう。さらに自分はいつまでもお客様気分でいるようで、家事を手伝うことなど一切ない。洗濯物を干すとか、食べた食器を洗うとかやってくれると助かるのだが、私がどんなに頼み込んでも、病人をこき使うなの一点張りだ。私がいくら言っても、最終的に夫に助けを求めて私を悪者扱いしてくる。結局、夫が私を怒って私が苦い思いをするという構図が出来上がってしまっているのだ。まさにこれが嫁いびりか。義母の態度は相変わらずひどいし、夫は義母の発言を鵜呑みにして私をダメ嫁扱い。あんまり母さんを困らせるなら、お前のこと捨てるからな。そんな発言までしてきた。義母は夫に怒られる私を見ていつもニヤニヤしている。一体、私が何をしたというのか。義母に対して私がひどい態度をとったり、意地悪をしていたならわかる。でも私はきちんと家事をしてるし、家計を管理して夫や義母に栄養バランスの良い食事を与えているし、普通に接している。それなのに嫁というだけで、こんなにも意地悪をされるなんて耐えられない。気づけばこんな状態が約半年間も続いた。義母からの嫁いびりにストレスが溜まってしまった私は、とうとう胃潰瘍を患ってしまった。当初は、近所の診療所で診てもらっていたが、入院が必要になってしまい、町中の大きな病院を紹介され、そこで入院することに。私が入院したことを知った実家の母は、家から遠いのに毎日のように見舞いに来てくれた。生きた心地がしなかった日々を過ごした結果、私は体調を崩して入院する羽目になってしまい、私はかなり落ち込んでいたが、母が毎日来てくれたことで私の心も少しずつ癒されていった。一方で夫と義母はなかなか見舞いにやってこない。結局、私は2ヶ月という長期間入院することになったのだが、その間に2人が見舞いに来たのは1回だけだった。しかも私が入院期間を告げると、なんだよ、そんなに長く家にいないのかよ、
使えねえなぁと夫は言い、義母も全く根性が足りないのよ。私の方がよっぽど体が悪いっていうのに。と悪態をついてきた。この人たちは私のことを何だと思っているのだろうか。しかも二人はその後に母が見舞いにやってくると、そそくさと帰っていった。挨拶もちゃんとせずに去っていく姿を見て、私は義母はもちろんのこと夫にも失望した。あんな人たちと退院後にまた一緒に暮らすと考えるだけでゾッとする。もしかしたら入院期間が長かったのも、そんなことを考えてしまっていたからかもしれない。その後、私はようやく退院することになった。夫に連絡すると、わかったと言って車で迎えに来てくれた。一応こういう優しいところも残ってはいるんだなと思っていると、お前がいない間、マジで大変だったわ、と夫が言った。話を聞くと義母は夫の前でも、足が痛いから今日は料理は作れない、とか、休みたいから掃除と洗濯をしてくれ、とか言って、全部丸投げしてきたそうだ。そのため夫は仕事後や休みの日に家事をしなければならず、休む暇がなくて本当に大変だったらしい。私は少し嬉しかった。夫が家事や義母の相手の苦労を分かってくれた。これなら何でもかんでも義母の味方をすることもなくなり、私の言葉に耳を傾けてくれるだろう。実際、私が家に戻ってから、夫は私に優しかった。義母が理不尽なことを言ってきても、母さん、そんな言い方はやめろよ、と注意してくれた。義母は悔しそうにし、しぶしぶ夫の言う通りにしていた。私が嫁いびりに限界を感じて入院する羽目になった時は本当につらかったが、こうして状況が変わっていったのならよかった。まあ、本当は入院なんかする必要がなく夫が変わってくれたらよかったのだが。だが、そんな中でまた状況が変わってしまった。義母がお友達とお茶をした帰りに駅の階段で足を踏み外してしまい、怪我をしてしまったのだ。幸いその時の怪我自体は大したことなかったのだが、結果的に足の持病が悪化し、日常生活にかなりの支障が出る状態になってしまった。そして要介護の状態になると医師から告げられたそうだ。当面の間、義母は入院することになり、自宅に帰った夫は私と今後について話し合いがしたいと言い出した。この時は、夫が私と協力して義母の世話を一緒にしてくれるものだと思っていた。しかし、夫から出た言葉はそんな優しいものではなかった。母さんの介護頼んだぞ。え？日中に家にいるのはお前だし、女性がやった方がいいだろう。いや、ちょっと待ってよ。私にだけ、なんでそんな負担が降りかかってくるのよ。あなたも夜とか休みの日とか、介護をやってよ。俺は働いて疲れてるんだ。その後に介護なんてまず無理だし、休みの日は体力を回復させたい。だから家にずっといるお前がやるべきだろう。私はがっかりした。夫は何にも変わっていない。面倒ごとは全部私に丸投げ。むしろ私が入院した期間に散々な目にあったから、意地でも義母の世話をしたくないといった感じだ。母さんの面倒、頼むぞ。そう言って話を終わらせようとする夫。ここで負けるわけにはいかない。そうやって押し付けるなら、私は介護はやらないわ。は？何言ってんだよ、お前。私の発言に苛立ち始めた夫。わがまま言うなよな。誰のおかげで生活できてると思ってるんだよ。そうやって私に面倒ごとを何でも押し付けてくるのが嫌なのよ。協力し合わないなら介護はあなたがしてちょうだい。私がこのように反抗すると夫はとんでもないことを言い出した。いいから黙って面倒見ろ。嫌なら離婚だ。この言葉は首の皮一枚つながっていた私と夫の関係を完全に断ち切った。
もうこの男とは一緒にいられない。わかったわ、じゃあ離婚で。は、いやいや、お前何言ってんの。金も職も家もないのに離婚したってお前はお先真っ暗だぞ。離婚なんてできるわけないだろ。どうやら夫は脅しのつもりで私に離婚を突きつけてきたようだ。だが私にはもう脅しでも何でもなく、ただの別れ話と化した。ご心配は無用よ。私、早速離婚届取ってくるね。おい、本気かよ。夫は明らかに動揺していたが、自分が下手に出るのは嫌だったのだろう。私が出かける準備をしても、そわそわしながらただ黙って見ているだけだった。私は役所に向かう途中で、ある人物に電話をしていた。あ、もしもし。いきなりごめんね。あの話ってまだ有効かな。うん、やっぱりダメだった。今から役所に行くところなの。ほんと、ありがとう。それじゃまた。その後、私は離婚届を取ってきて家に戻った。夫は相変わらずそわそわしている様子で、私が居間に入るとまるで犬のようにじっとこちらを見つめて動かずにいた。はい、離婚届。早速記入して。本気かよ。何？あんた、離婚する気もないのに、離婚するぞとか言ってたの？ダサすぎでしょ。私が挑発すると夫は顔を真っ赤にして怒った。いいだろう。お前がその気なら俺も容赦しない。最後の情けとして離婚を考え直していいと思っていたが、もうダメだ。お前なんかとは離婚してやる。いいからさっさと書いて。うだうだ言いながらペンを持たない夫に私が催促する。夫はドカッと椅子に座り、やけくそになりながら離婚届にサインしていた。ほらよ、本当にいいんだな。私はその言葉を無視して自分の欄を記入した。じゃあこれは私が出しておくから。そして荷物をまとめ始めた。その間も夫はずっとそわそわしている。私に離婚を踏みとどまってほしいのだろう。だけどもう限界だ。私は夫のことなど気にせずに荷物をまとめていき、そして数十分後に到着した母の車に荷物を積んだ。じゃあお母さんのお世話頑張って。私は最後に夫にそう言って家を出た。夫の何か言いたげな、でもプライドから言葉を出せないでいる微妙な表情をした顔が印象的で、私はドアが閉まった後にエレベーターの中で吹き出してしまった。私はすぐに離婚届を提出し、夫との離婚が無事に成立。その後、それから2ヶ月ほど経ってから、見知らぬ番号から電話がかかってきた。私は仕事に関係した電話かもと思い、とりあえず出た。すると電話の相手は元夫だった。一体何の用？なあ、のぞみ、いつになったら帰ってきてくれるんだ？は、何言ってるの？私たち離婚したんだよ。もう赤の他人なのよ。そんなこと言わずに戻ってきてくれよ。お前だってずっと専業主婦だったからバイトくらいしかしてないだろ。仮にお母さんと一緒に住んでたって、母子家庭だから二人がバイトしてたって生活は厳しいだろ。別にあなたに心配されることじゃないけどね。頼むよのぞみ、帰ってきてくれよ。母さん、足の怪我による介護だけじゃなくて認知症にもなっちゃって、癇癪を起こしまくりで家の中がめちゃくちゃなんだ。俺がたくさん稼いでお前が家のことをやるっていう昔のような理想の夫婦生活をやり直そうよ。私は思わず笑ってしまった。あなたって結局、自分が楽したいだけなのよね。残念だけど、私今、友人の会社で正社員としてバリバリ働いているの。え？もともと持っていた英語スキルを買われて、今は海外の会社との取引を任されているわ。だから結構給料もいいの。多分、
あなたの給料が変わっていないなら、今の私の方が上じゃないかな。そんな。ってことで、私は住む場所もお金も仕事も何にも困ってなくて、むしろあなたやお母さんから解放されて超幸せなのよ。だからもう連絡してこないで。もし番号とか変えて連絡してきたら、すぐに警察に通報するから。おい。ちょ、待て。夫が何か言う前に私は電話を切ってやった。ちなみに私の元同僚で、現在も元夫と同じ職場の人から聞いた話だと、元夫は義母の世話のせいで家で体も心も休まらず、仕事でミスばかりを繰り返し、降格処分を下されたんだとか。しかし義母の介護費用は相変わらず高いので、辛い状況のまま、収入が減るというさらに辛い状態になったとのこと。本当にざまあみろって感じだ。一方、私は順調にキャリアを積み、収入も上がった。今はちょっと高めの単身用のマンションで快適な一人身の生活を送っている。しばらくは恋愛はいいので、どんどん仕事に打ち込んでいこうと思う。証拠がたくさん集まったので、私は夫に証拠写真と離婚届を突きつけて離婚を要求した。夫はまさかバレているとは思っていなかったようで驚いていたが、最終的には開き直った。隠してて悪かったよ。離婚には応じる。だけど一つだけお願いがある。何よ。お願いって。俺は家を出て彼女と住むから、母さんのことを頼む。私の名前はのぞみ、50歳の会社員だ。夫のまさととは、結婚して今年で25年になる。夫とは仕事関係で出会い、交際を始めてから1年ほどで結婚に至った。結婚してからすぐに子供ができ、そしてそれから3年後にも子供が生まれて、家族4人で幸せな日々を送っている。長男はすでに25歳で社会人になってバリバリ働いている。長女は現在大学4年生で就活中だ。子供たちの手がかからなくなってきたので、私は夫との夫婦の時間がこれから作れるだろうと思っていた。今思うとここまで来るのにかなり長かった。私と夫が結婚してから、私たちは共働きをしながら義両親に仕送りをしていた。しかも金額は毎月20万円とそれなりに高かった。なぜここまで多く仕送りをしていたのかというと、義父が大病を患い、働けなくなってしまったからだ。義父はまだ53歳と働き盛りだったのだが、一気に収入がなくなってしまい、義母も義父の介護をしなければいけなくて働くことができなかった。それに病院代も月々かかるので、生活費などを含めて20万を仕送りしていたのだ。まだ20代でしかも子供が生まれたばかりの私たちにとって、月に20万も仕送りをするのは本当に大変だった。でも大好きな夫のご両親が困っているのだからと、私は節約を頑張りながら仕送りを続けた。あとあまり声高に言えないが、私は義母のことが苦手だった。義母はいわゆる古い考え方をする人で、女が働きに出ることが気に食わないという考えだった。それに一人息子である夫のことを溺愛していたので、私にとても厳しかったのだ。そのため義実家に行くとよくあれこれと命令をされて家事をやらされたり、文句や嫌味をたくさん言われていた。長男が生まれた時は少しだけ優しくなったが、それでも基本的なスタンスが変わっていないので、私は仕送りをすることでなるべく義母に会わなくて済むようにしていた。もし同居をしようだなんて話になったら困るし、それだけは避けたいので私は仕送りを頑張っていたのだ。ありがたいことに私も夫もまあまあ稼いでいたので、仕送りをしても3人で暮らせる分の収入はあった。また長女が生まれた時は昇進していて給料も上がっていたので、なんとかなっていた。だが頑張って仕送りをして数年が経った頃、
久しぶりに義実家に遊びに行くと、義母はたくさんの高級バッグや高いアクセサリーを持っていて、私はなんだか嫌な気分になった。こんな贅沢ができるなら、私がわざわざ節約などをして仕送りをする必要はなかったのではないだろうか。だけどここで義母を問い詰めるのは面倒なことになるし、私は30代になって役職がついてかなり給料が上がっていたので、あまり気にならなくなっていた。そうして毎日仕事に家事に子育てに忙しい日々を送っていて、あっという間に20年以上が経った。だがそんな中で私は夫に対して違和感を感じ始めていた。夫の会社はかなりのホワイト企業で残業がほとんどない。だからいつも早く帰ってきていて、私よりも早く家に着くことも多かった。しかしここ数年、夫は残業になることが多くなってきたのだ。会社の経営状態が良くなっているのに比例して仕事量も増えてきているとのこと。そのため残業が増えたり、休日出勤も増えているそうだ。仕事が忙しいならそれだけ稼ぎが増えることだからありがたい。その頃はちょうど長女が大学に進学したばかりでお金がかなりかかっていたから、なおありがたかった。だが夫に夫婦の共有口座に少し多めにお金を入れてほしいと言っても、夫は多めに入れてくれなかった。それどころか今月は少し厳しいなどと言って、義実家への仕送りさえも私がほとんど払うことになっていた。それなのに休みの日は友人と飲みに行ってくると言って出歩いたりしている。私や息子や娘ともどんどん話さなくなってきて、家に一緒にいてもなんだか距離を感じるようになった。ここ20年くらいはこんな風に仕事が忙しすぎるようなことはなかったのに。今までの夫の仕事について見てきているから、今の状況に違和感を感じていたのだが、それでも夫のことを疑うことはしなかった。やっぱり結婚して20年以上も経っているから信頼していたのだろう。私は夫のことを信用することにして、気にしないようにしながら日々を過ごした。それでなんだかんだで結婚して25年が経った。義父はすでに亡くなり、義実家には義母が一人で住んでいる。私は義母一人だけなら月20万もいらないだろうと思ったので、夫にそのことについて相談した。すると夫は猛反対した。母さんはずっと懸命に父さんの介護をしてたんだ。それに対するねぎらいの意味を含めて、ちゃんと20万の仕送りをするべきだろう。でもお母さんの家に行くと、いつもブランド品が増えているじゃない。それって贅沢をしてるってことじゃないの？私が一生懸命働いたお金でそんな無駄遣いされるなら、もっと子供たちのために使いたかったわよ。お前はなんてこと言うんだ。俺の母親のことを侮辱するのか。お前がそんな風に思ってたなんてがっかりだよ。ひどい嫁だな。ちょっと待ってよ。なんで私がそんな風に責められなきゃいけないの？本来は2人で20万だから半分の10万ずつだったのに、だんだんとあなたの支払う額が減ってきたじゃない。結果的に今は私がほとんど支払って、あなたは月に1、2万ほどしか仕送りしてないでしょ。それなのに私のことをとやかく言う資格があるの？あなたは相手の両親に20万近くの仕送りができるの？少しは私に感謝してくれてもいいんじゃないの？私がそのようにきつく言うと、怒声論すぎて夫は何も言い返せずに黙り込んだ。今まではお父さんとお母さん2人で20万だったんだから、これからは月10万でいい。それと年金を合わせたらなんとかなるでしょ。わかったよ。夫はしぶしぶ了承してくれて、私はかなり金銭的な負担が減った。だがこの件以来、私と夫は本当に会話をしなくなってしまった。結婚25周年というタイミングでこのような大喧嘩をしてしまい、ちょっと落ち込んだが、でもずっと我慢してきたことなので私の不満が爆発するのは仕方なかったと思う。そんな中、
娘が無事に内定をもらえたという嬉しい報告が。私はお祝いとして娘を連れてちょっと高めのお寿司屋さんを訪れることに。娘は私と夫が現在関係が悪いことを知っていたし、夫は娘ともほとんど話すことがなくなっていたので、二人でお祝いに行くことにした。事前に予約を取っていたので、予約時間に合わせて娘とお寿司屋さんへ。だが入り口近くまで来た時に、私と娘は驚きの光景を目の当たりにした。なんとお寿司屋さんから夫が見知らぬ若い女性と出てきたのだ。しかも女性は夫の腕に絡みついている。私と娘は思わずその場で固まってしまった。だが夫と女はこちらではなく違う方に歩いて行っていたので、私たちが見ていたことには気づいていないようだ。お父さん、最低。娘は怒りに満ちた顔で夫の背中を睨んでいた。一方で私はなんだか気が楽になった。これで夫と縁を切ることができると。今まではなんだかんだで家族として最後まで夫と一緒にいようと思っていた。それがここまで連れ添った妻としての責任と義務だと思っていたからだ。いくら子供たちが成人して自立しているとはいえ、親が何か大きな原因もなく離婚するのは良くないと思ったからだ。だが不倫されたとなれば話は別だ。夫が全面的に悪いし、家庭をぶち壊したのはあの人だ。だから私はすぐに離婚を決意した。夫の不倫については目撃はしたが、確実な証拠を用意しなければいけないので、私は興信所に依頼して証拠写真を撮ってもらった。調査をしてもらうと意外な事実が判明した。というのも夫の不倫は数年前くらいからのものだったのだ。つまりあの残業や休日出勤が増えてきた時にすでに不倫していたのだ。そして義実家への仕送りの額が減っていたのも、不倫相手とのデート代などに充てるために減らしていたのだろう。証拠がたくさん集まったので、私は夫に証拠写真と離婚届を突きつけて離婚を要求した。夫はまさかバレているとは思っていなかったようで驚いていたが、最終的には開き直った。隠してて悪かったよ。離婚には応じる。だけど一つだけお願いがある。何よ。お願いって。俺は家を出て彼女と住むから、母さんのことを頼む。は。母さんのことはお前も大事にしてきただろう。だからこれまで通り仕送りをしてやってくれ。なんなら一緒に住んでもらってもいい。孫と住めるなら母さんも嬉しいだろう。こいつは正気か。一体何を言っているのだろうか。私は絶句して言葉が出てこなかった。すると夫は私が黙っているのを了承したと勝手に勘違いしたようだ。じゃあ頼んだよ。そう言って離婚届を記入して荷物をまとめて出て行った。私は夫のありえない言動に怒りを通り越して呆れてしまった。そしてこのことで夫に対する愛情は完全に消え失せた。逆に清々しい気分にもなったほどだ。娘と息子にも今のことを報告したのだが、二人とも呆れていた。そして夫とは親子の縁を切ると言っていた。息子はすでに一人暮らしをしているし、娘も就職が決まっていて家を出る予定だったので、私もこの家を売りに出して新しくマンションを購入した。引っ越しもすぐに終えて、快適で広いマンションに住みながら、娘の一人暮らしの部屋を一緒にゆっくりと探すことに。もちろんだが離婚の際に、夫には弁護士を通して慰謝料を請求している。だが未だに夫は支払いを渋っているようだ。そして離婚届を出してから1ヶ月ほど経った頃、夫から電話が来た。おい、なんで母さんに仕送りをしてないんだよ。電話に出た途端にそのように叫ぶ夫。なんでって当たり前でしょ。赤の他人にお金を毎月振り込むほど私はお人よしじゃないわよ。な、だってお前あの時承諾しただろ。バカじゃないの。
呆れて言葉が出てこなかっただけよ。それじゃあこれからも仕送りをしない気か。当たり前でしょ。そんな、じゃあ俺が仕送りしないといけないじゃないか。そうね、いっそのこと一緒に住んじゃえば。今の彼女さんと三人で住めばいいでしょ。そんなのダメだ。彼女には苦労はかけさせたくない。は、私には苦労かけてもよかったってことなのね。本当に最低な男ね。でもどうせあなたの給料だったら、仕送りをしてたら彼女に贅沢させられる余裕もないでしょ。そのうち捨てられるかもね。そんな。それなら息子や娘に仕送りをさせる。あいつらももう社会人だしな。最低ね。でもあの子たちは支払わないわよ。あなたとはもう縁を切るって言ってたから。だからあなたの連絡先もブロックしてたわ。そんな。もういい。私、あなたと会話なんてしたくないんだけど。ちょっと待ってくれ。慰謝料の話も忘れてた。どうして俺と彼女にそれぞれ500万ずつも請求してくるんだよ。高すぎるだろ。そりゃ私を騙して何年も不倫してたんだから当然でしょ。その中には私が頑張って仕送りしていた分の返金も少し含めているのよ。だから絶対に支払ってもらうから。弁護士使ってどこまでもいつまでも請求してやるからね。借金してでも支払いなさいよ。それくらいあんたは最低なことをしたんだからね。私が思いっきり叫ぶと、夫は電話越しにひっと情けない声を出していた。その拍子に電話が切れ、それ以降夫から電話は来なくなった。その後、夫は慰謝料の支払いに応じて毎月少しずつ支払ってくれた。不倫相手の慰謝料については、不倫相手のご両親が肩代わりして一括で支払ってくれた。その時の話によると、不倫相手と夫は慰謝料を請求された後にすぐ別れたようだ。つまり夫は家族からも愛人からも見放され、慰謝料と仕送りの支払いに追われる日々を送っているようだ。一方、私は新居で快適な生活を送っている。娘と息子もよく遊びに来てくれていて、その度に近況報告をしてくれる。二人とも社会人として仕事に一生懸命に取り組み、プライベートでも恋愛を楽しんでいるようだ。これからは今まで通り子供たちの成長を見守りながらも、私も新しい趣味だとかやったことないことに挑戦しようと思う。まだまだ50歳、人生は長いので思う存分楽しんで生きていこう。育児もしない役立たずとは離婚だよ。慰謝料もそうだな。1000万払え。腕を組みながらそう言って笑う夫。どこまで人をバカにすれば気が済むのだろうか。いいよ。はい、離婚届。私が離婚届を突きつけると、夫は目が点になっていた。言っておくけど、立場が上なのは私の方だからね。私の名前はのぞみ、40歳の主婦だ。夫のまさととは結婚してちょうど10年が経つ。本来ならばお祝いの10周年というところなのだが、全くそういう雰囲気ではない。きっかけは私が3年前に事故に遭って、車椅子生活になったことだった。のぞみ、大丈夫か？まさと、来てくれたのね。事故に遭ったって聞いたから、慌てて駆けつけたんだ。命は無事なんだな。うん。でも足に後遺症が残っちゃって。これから先は、ずっと車椅子生活になるみたい。そんな。私は仕事中に車を運転していた時、対向車が突っ込んできて衝突事故に遭った。そして命は助かったものの、一生歩けない体になってしまったのだ。もちろん保険や労災なども降りて、お金の面は心配はない。私は副業をしていたし、
独身時代から貯金もかなりしていた。だから生きていく上での金銭面で心配はないのだが、やはり体が不自由になることについての不安はとてもあった。これから夫にいろいろと迷惑をかけてしまうだろう。ごめんね、こんなことになって。いやいや、それは望みは悪くないだろう。事故に遭ったのも不運だっただけだし、これからのことは俺が支えていくから。ありがとう、マサト。私は夫がそうやって言ってくれてとても嬉しかった。夫はそれからというもの、バリアフリーのある賃貸マンションに引っ越しをしてくれて、私が生活しやすいように1階の部屋にしてくれた。そのおかげで私は車椅子で家の中を自由に動けるようになり、家事などもしやすくなった。また夫はできる限り定時に帰ってきてくれて、私のお世話をしてくれたのだ。そんな夫に私はとても感謝をしていた。だが車椅子生活となって半年ほどが経った頃からだろうか、夫はだんだんと態度が冷たくなっていった。ごめん、マサト。ちょっとトイレに行きたいんだけど。はあ、わかったよ。ごめんね。面倒かけて。夫はあからさまに面倒だという雰囲気を顔に出すようになった。ここまで介護が大変だとは思わなかったらしい。その点については本当に申し訳ないと思った。あまりにもそういう状態が続くので、私はこんな提案をした。マサトが良ければだけど、ヘルパーさんを夜も呼ぼうか。そしたらマサトは気にせずに、自分のことに集中できるでしょ。私がそう言うと、夫はすぐに提案に乗ってきた。そうしてくれ。正直、仕事で疲れているのに介護なんて大変だ。そうだよね。夫が正直にそう言ってきて、私は少し悲しかった。私が事故に遭った時に、夫は俺が支えていくからと言ってくれたのに、言ったことをちゃんと実行してくれないのかと残念に思った。まあ、あの時はここまで大変だとは思っていなくて、実際にやってみたらキャパを超えたということなんだろうな。だから私はヘルパーを呼ぶ頻度を増やすことで解決すると思っていた。しかし、自分が一切介護をしなくて済むようになった途端、夫はさらに私に対して冷たくなった。なあ、車椅子生活でもバリアフリーなんだから、料理はできるんだろ。もっとちゃんと作れよ。ごめん。ヘルパーさんに買ってもらいたかった食材で伝え忘れがあって、それで本来作りたかった料理が作れなかったの。だからなんだよ。そんなの言い訳だろ。え？俺はお前が車椅子生活だとか身体障害者だからって差別することはないから、健常者と同じように扱って話してるんだよ。仕事に行けなくなって家で主婦してるんだからちゃんとしろよ。そんな。夫の言葉はすごくきつかった。どうしてそんなひどいことを言うのだろうか。私だって働きに出られるのなら働きに出たい。買い物に行けるなら自分で買い足しに行きたい。それができないと夫もわかっているのに、どうしてそんな人を追い詰めるようなことを言うのだろうか。私はこの時すごくショックだった。そして夫に対しての愛情が少しずつ冷めていくのを感じた。また、このままでは私はきっと捨てられるだろうということも直感で感じていた。それから私は副業にかなり力を入れることにした。また、独身時代に貯めた貯金を使って投資も始めることにした。幸い家にずっといるので時間はたくさんある。株の勉強、お金の勉強、副業の作業量など収入につながることばかりをして、私は車椅子生活でも自立した生活ができることを証明することを目標にした。そうやって本気で頑張ったおかげで少しずつ結果が出てきた。1年が経った頃には私は年収が1000万になっていた。
自分でもやればできるんだなととても自信がついた。夫がいなくても私は頑張れる。だけど、まだその頃は離婚までは考えていなかった。私に対してひどい態度を取るようになっても、ちゃんと恋愛をして結ばれたわけだし、結婚してから9年の月日が経っていた。ここまで長くいると、別れるということに対して躊躇する自分もいたのだ。ここまでの結婚生活でいろんなことがあって、いろんな楽しい思い出もあったからだ。もしかしたら夫は私が車椅子生活になったことで、自分自身もここまで精神的に追い込まれるとは思っていなかっただけかもしれない。余裕がなかったから、私についひどいことを言ってしまっただけなのかもしれない。それならばまだ夫婦の関係も改善できるかもしれない。そう思っていたのだが、それは私だけだったようだ。夫はどんどん帰りが遅くなっていった。私が車椅子生活だということなんて全然関係ないくらいに、夜中の2時とかに帰ってくる時が増えた。おはよう。昨日も遅かったのね。そりゃ、仕事だからな。でも夜中の2時に帰ってくるのは仕事じゃないでしょ。はあ。だからそうやって飲みに行くのも仕事の付き合いだって意味で言ってんだよ。ちゃんと文脈から意味を読み取れよ。夫は私が話しかけるといつもイライラする。私とはもう関わりたくはないと言った様子だ。もうダメかもしれない。そう思った時にさらに夫はまさかの行動を起こしてきた。ある日、珍しく夫は夕方に帰ってきた。まだヘルパーさんがいた時間なので、ヘルパーさんが代わりに玄関に行ってくれたのだが、私が予想することのできないある声が聞こえてきたのだ。それはなんと、赤ちゃんの声だった。私が不思議に思いながら玄関の方を覗いていると、ヘルパーさんが戸惑いながらこちらにやってきた。あの、ご主人に大事な話があるから、帰ってほしいと言われたのですが、大丈夫でしょうか。え。すると、夫が赤ちゃんを抱えながら居間に入ってきた。そして隣には見知らぬ若い女性がいる。見た目は派手な化粧をしているが、まだ幼く見える。え、とりあえずいい話ではないと思い、私はヘルパーさんに帰って大丈夫だということを伝えた。戸惑いながらも、自分のバッグを持って頭を下げて帰っていくヘルパーさん。彼女を見送った後、私は居間に戻った。それで、いろいろと気になることはあるんだけど、赤ちゃんとその女性は一体誰？私が夫にそう聞くと、夫は悪びれた様子もなくこう言った。俺が今付き合ってる彼女のユカだよ。そしてこの子は俺たちの子だ。え。私は耳を疑った。なんと夫は不倫をしていて、子供まで作っていたのだ。今まで帰りが遅かったのは、妊婦の彼女のそばにいたからだそうだ。私はあまりに突然のことで、頭の理解が追いつかなかった。ごめん、いきなりすぎて戸惑ってるんだけど、そもそもユカさんはいくつなの？随分と若そうに見えるんだけど。すると不倫相手の女性は驚きの発言をした。ユカは18歳です。え、18。なんと夫の不倫相手は、高校を卒業したばかりの18歳だったのだ。主人とはどこで出会ったの？私が働いてるキャバクラだよ。は、キャバクラ。どうやら夫は私の介護をせずに、キャバクラに通っていたらしい。そして18歳の子と不倫をして、妊娠までさせていたのだ。信じられない。私を裏切っていたのね。だってお前とはもうやろうとも思えないし、若くて可愛いやつの方がいいじゃん。そう。じゃあその子と一緒になりたいってこと？ああ、もちろん彼女と再婚する。
それでお前は彼女の代わりにこの子供を育てろ。は、何を言ってるの？だってお前は一日中家にいるだろ。ユカはまだ10代でいろいろとやりたいこともあるからな。子育てに時間を割くのは嫌だろう。だからお前が代わりに育てろ。意味がわからない。この人たちは何を言ってるのだろうか。そんなの嫌よ。私は血もつながっていないし、そもそも不倫をされた側なのよ。なんで不倫をした人の子供を育てないといけないのよ。なんだよ、使えねえな。育児もしない役立たずとは離婚だよ。慰謝料もそうだな、1000万払え。腕を組みながらそう言って笑う夫。どこまで人をバカにすれば気が済むのだろうか。いいよ。はい、離婚届。私が離婚届を突きつけると、夫は目が点になっていた。離婚届なんていつの間に用意してたんだよ。私はあなたと離婚するか、結婚生活を続けるか何度も迷っていたの。だから離婚届も準備していたの。はあ、お前ごときが離婚を考えてたっていうのか。言っておくけど、立場が上なのは私の方だからね。何言ってるんだ。お前は働けもしないし、俺がいなかったら生活だってできないんだぞ。どう考えても俺の方が立場は上だろ。そう思ってるのなら、そう思っていればいいわ。だけど私はその子の子育てなんてしないし、1000万の慰謝料だって支払わないわ。むしろ、あなたたちから不倫の慰謝料を支払ってもらうからね。そんなの困るんだけど。私、慰謝料なんて支払えないよ。安心しろ、それは俺が払う。だが慰謝料を要求するっていうなら、財産分与はなしだ。その条件を飲むっていうんなら、慰謝料を支払ってもいいぜ。夫はそう言って勝ち誇った顔をした。きっと私が財産分与がないなら生きていけないと勝手に思っているのだろう。そして慰謝料の要求を取り下げると思っているはずだ。だが私には十分な収入はあるし、取り下げる必要もない。ええ、財産分与はなしでいいわよ。え？だから財産分与はなしで、慰謝料を請求するから。マジかよ。お前、それじゃあ離婚してから生きていけないぞ。そんなの心配しなくていいわよ。とにかく私はあなたたちが許せないの。慰謝料をもらわないと気が済まないのよ。ふん、後悔したって知らないからな。そう言って夫は不倫相手と一緒に出て行った。それから私は新しく部屋を借り、荷物をまとめて引っ越しをした。今いる部屋はもともと夫が借りている部屋なので、夫は自分たちが戻ってくるまでに出て行けと言ってきたのだ。私は今よりもグレードが上のマンションを購入することにした。年収はかなり上がっていたし、貯金もかなりできていたからだ。そして弁護士を雇って夫と離婚をして慰謝料を請求した。夫と不倫相手のそれぞれから300万を支払ってもらうことになった。元夫は本当に後悔しても知らないからなと言ってきたが、それはこっちのセリフだ。言っておくけど、私年収2000万あるからね。は、何言ってるんだよ、お前。そんな嘘を信じるわけないだろ。強がって変なこと言うんじゃねえよ。そうやって鼻で笑ってきた元夫。私はそんな彼に預金通帳を見せてあげた。これを見てもそう言える。私が見せた通帳には、夫が見たことのない単位の振り込みがされている。嘘だろ。どうしてお前がこんなに稼いでるんだ。あなたに捨てられるかもしれないって思って、自立を目指して頑張っていたのよ。案の定あなたに離婚を切り出されたから、準備しておいてよかったわ。そんな。元夫は私の方がかなり稼いでいることを知り絶句していた。だから言ったでし
私の方が立場が上だって。元夫は顔面蒼白の状態でうなだれていた。そしてその後、元夫にさらなる悲劇が訪れた。実は私の担当をしてくれているヘルパーさんは、社会経験をしたくてヘルパーという仕事をしているのだが、彼女の父親は会社を経営している。そしてその会社が元夫が働く会社だったのだ。私はヘルパーさんと仲良くなっていて、いろいろと話していたので、彼女は私の元夫が彼女の父親の会社で働いているのを知っていた。その状態で今回のことの経緯を知ったので、そんな人が父親の会社で働いているのは許せないと思い、父親に報告したらしい。その結果、元夫は解雇を言い渡されて職を失ったそうだ。元夫は、ちょうど不倫相手と自分の分の慰謝料600万を支払った後だったので、貯金もない状態だった。そんな状態で無職になってしまい、不倫相手からはありえないと言われて捨てられたそうだ。ちなみに不倫相手は実家に戻り、親を頼って子育てをしながらシングルマザーとして働いてるらしい。ご両親にこっぴどく叱られて、反省して心を入れ替えたそうだ。あの時は自分がいかに未熟だったか思い知らされたと、私に謝罪のメールを送ってきていた。メールアドレスは元夫と別れる前に聞いていたらしい。まあ彼女はまだ18歳なので、いろいろと判断を間違うのは仕方ない。心を入れ替えて、生まれてきた子供にちゃんと愛情を注いでいるのならいいと思う。ちなみに元夫は今回のことで義両親にも感動され、家の家賃も支払えなくなりボロアパートに引っ越して、バイト生活を送っているそうだ。年齢もアラフォーなので再就職も無理だろう。そのままずっと寂しい人生を送ることになるだろう。一方、私は順調に収入を上げていっていて、もう老後の心配もする必要がないほど資産を貯められている。これからは新しいことに挑戦したりして、自分の人生を充実させていこうと思う。はあ、里帰り。じゃあずっと実家にいればいいんじゃね。金も稼げない寄生虫の顔なんて見たくないんだよ。そう言って高笑いをする夫。大丈夫、もう見ることないから安心して。は、私がそう言うと夫は動揺しているようだった。嘘だろ、どうしてお前が。私の名前はのぞみ、33歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちの出会いは合コンで、推しに弱い私は彼の積極的なアプローチに押されて交際がスタートした。それから1年ほど交際を続け、彼からプロポーズをされて結婚することになった。結婚したら家庭に入ってくれ。彼にそう言われ、私は結婚を機に今まで働いていた会社を退職することにした。寿退社だったのでみんなからとても祝福され、結婚式でも盛大に祝ってもらい幸せを感じた。そして夫婦となり一緒に住み始めた私たち。私は家庭に入ってほしいと夫に言われていたから、しっかりと家事をこなさなければなと思った。だから一生懸命に掃除をして料理も頑張った。最初はとてもうまくいっていたと思う。この煮物すごくうまいな。ほんと。ありがとう。また作ってくれよ。うん、もちろん。家もすごく綺麗だし、毎日こんな美味しい料理が食べられて幸せだよ。夫は私の家事が素晴らしいと満足そうにしていて、よく感謝をしてくれた。そんな風に夫に喜んでもらえることはとても嬉しくて、私はさらに家事を頑張った。お弁当も凝ったものを作ったし、休みの日にはお菓子作りにも励んだ。デザートまであるなんて最高だな。本当、のぞみと結婚してよかったよ。そう言ってくれてありがとう。私もマサトと結婚できて嬉しいわ。結婚してからの1年間はとても幸せだった。
新婚だからというのもあるのだろう。どんな些細なことも楽しく感じたし、夫が働きに出て私が家事をするというのがうまくはまっていたように思う。だが結婚して2年目に突入し始めた頃から、少し夫の態度に変化が現れ始めた。きっかけは夫が課長に昇進をしたことだった。聞いてくれ、のぞみ。俺はついに課長に昇進したぞ。え、本当に？おめでとう。早速お祝いだ。うん、そうしよう。そう言って夫は私を連れて高級寿司屋に連れて行った。マサト、ここはいくらなんでも高級すぎない。そのお店はテレビでも何度も紹介されているほどの名店で、値段がものすごく高いことでも有名だった。だが夫は気分が良くなっているので、すでに予約も取っていたようで、気にせず私を連れて中に入ってしまった。せっかくの俺の昇進祝いなんだから、これくらいの贅沢をさせてくれよ。夫にそう言われてしまっては私も断れなかった。まあ、一回くらいならいいか。これからの食費を私がうまく節約していけば問題はないだろう。そう思いながら私も夫と一緒に高級寿司を楽しむことにした。さすがに名店なだけあって、お寿司はすごく美味しかった。だが夫はまるで回転寿司屋に来たかのようにたくさん食べて、さらにはお酒もたくさん飲んでいた。そのためお会計を見て私はぎょっとした。二人合わせて25万もかかったのだ。予想以上の金額に私は困惑した。これは相当食費を削っていかなければ。でも夫がとても満足そうにしていたので、夫自身へのご褒美ということにするかと割り切ることにした。この時はまさか夫があんな風になってしまうとは思いもしなかった。昇進祝いのお寿司で散財をしたので、私はなるべく食費の節約に励んだ。すると少し経った頃に、夫からこんなことを言われた。なあ、何か食事が質素になってないか？え、そう。私は少しとぼけた。確かに質素にはしている。だが夫にはバレていないだろうと思っていた。しかし夫は日々の食事のメニューが少なくなっていたり、似たもののレパートリーが増えたと主張してきた。俺は課長になったんだぞ。どうしてこんなに食事が貧乏臭いんだ。普通は今までよりももっと豪勢にするべきだろ。お前は俺のことを舐めてんのか。夫はだんだんとヒートアップしていき、顔を真っ赤にしてそのように叫んだ。私は夫がいきなりそのように怒り出したのでびっくりしてしまった。そんなに怒らなくてもいいじゃない。それに舐めてなんかいないわ。私はこのままではいけないと思い、正直に話すことにした。この前の昇進祝いのお寿司が予想以上に高かったから、今は節約をしているのよ。はあ、節約。そんなもんいらねえよ。え？俺は昇進したんだぞ。それはつまり給料が上がったってことだ。昇進祝いは高かったのかもしれないが、そんなのいつでも取り返せるんだよ。それよりも、もっと日々の食事をうまいもん食わせろ。ストレスのかかる仕事が増えるんだから、食事を良くするのは基本だろ。あとビールも今までのよりランクを上げとけよ。これからは必ず肉をメニューに入れろ。お前は専業主婦なんだから家事を完璧にこなせ。夫はそのように上から目線で命令してきた。私はまだ言い返したかったが、先ほどのように鬼の形相で怒られたら怖いと思い、ただ従うしかなかった。それから私は夫に言われた通りに品数を増やして、お肉も必ず入れた。またビールも今までよりも高いものを買うようにした。毎回スーパーで買い物をするたびに高いなと感じながら、私は家に帰り晩ご飯の支度をする。私はあまり贅沢をするということに慣れていない。
もともと倹約家だった両親に育てられてきたからだ。そして母が8年前に亡くなり、父も5年前に亡くなっている。私にはもう親はいなくて、親の教えとか思い出とかそういうものがより強く残っているのだ。たまに楽しんだりする贅沢はいい。だが生活水準を上げてしまうと、下げるのはなかなか厳しくなる。人間、一度甘い蜜を吸ってしまうとそこから抜け出せなくなるものだ。浪費というのも、ほんの少しの連続でどんどん積み重なっていく。私は親からコツコツと積み上げていくこと、そういったことを教わってきたので、夫が心配でならないのだ。しかし、前回のようなことがあるので、私は夫への対応をとても慎重にすることにした。夫はお金を使うことにこだわりを持っているようだ。だからそれを頭ごなしに否定してはならない。課長になったことで、ステータスが上がったという実感が欲しいのだと思う。私は夫が気づかないレベルで節約をしようと考えた。最初は、お肉を特売日にまとめて買って小分けして冷凍保存しておくとか、八百屋に行って野菜を買うとかそういうことをした。また私のスマホを格安SIMに変更したり、私の車を売ったりなど、固定費も節約していった。そのおかげで数万円ほど月々節約することができた。そして私自身もプチプラの服や化粧品を買うようにしたし、なるべくお金を使わない日を増やしていった。料理も私はレシピをたくさん調べて、安くても見栄えがいい料理を作ったり、味を研究しておいしいものを作っていった。夫の目はうまくごまかせているようで、それからは特に何も言われなかった。それどころか、ちゃんと言われた通りのことができるじゃないか、と褒められた。これならこの前の昇進祝いのお金を取り戻せるだけではなく、貯金もできそうだ。私はそう思いながら、私は継続して節約をしていった。だがそんな私の努力が水の泡になることが起きた。それはある日の休日のことだった。夫は午前中に買い物に行ってくると言って、上機嫌に家を出て行った。一体何を買いに行ったのだろうか。私は疑問に思いながら、お昼ご飯を一人で済ませて家でくつろいでいた。すると昼過ぎに夫が帰ってきた。お帰りなさい。おう、どうだ。これ、かっこいいだろう。え。そう言って夫が見せてきたのは、なんとゴルフクラブのセットだった。どうしたのこれ。買ったに決まってるだろ。嘘。夫が買ったと言っているゴルフクラブは、かなり高そうだった。しかも何本も入っていて、私は嫌な予感がした。これ全部買ったの？ああ、もちろんだよ。いい買い物をしたよ。満足そうにしている夫。私は何よりも値段が気になっていた。ちなみにそれは全部でいくらだったの？私がそう聞くと、夫はニヤッと笑いながらこう答えた。聞いて驚くなよ。全部で60万だ。60万。私は驚愕した。ちょっと高すぎじゃない。いやいや、本気で始めるのならこれくらいのを買わないと。ちょっと待ってよ。もしかして初めてゴルフをするの？ああ、初めてだよ。だったらもっと安いセットから始めた方が良かったじゃない。だから本気で始めるのなら最初からいいのを買うべきなんだって。これで俺は接待でも恥ずかしくないぞ。早速ゴルフ教室に予約をしよう。打ちっぱなしで自分でやってみることから始めなよ。教室に習いに行ったら、そこでまたお金がかかるでしょ。ゴルフクラブでかなり使ったんだから、そこは。私がそう言うと夫は面倒くさそうな顔をした。ああ、もううるさいな。俺の稼いだ金だぞ。専業主婦のお前が、
俺のすることにケチをつけるな。お前は黙って家事をしてればいいんだ。俺に養われているということを忘れるんじゃねえぞ。そう言って夫は自分の部屋に入って行ってしまった。私は一人居間でため息をついてソファにへたり込んだ。せっかく貯金ができ始めたというのに振り出しどころかマイナスだ。夫は課長になってかなり給料が上がったと思い込んでいるが、実際はそこまでではない。もちろん新入社員の頃から考えると上がっているだろうが、夫が今しているような贅沢はできない。そこまでの稼ぎは夫にはない。だが夫は完全に自分が高収入だと思っているようだ。そして傲慢になり、私に対してありえないほどひどい態度をとっている。私はこの人と結婚生活を続けて大丈夫なのかと思い始めた。だがそんなタイミングで私は妊娠していることが判明した。おお、妊娠したのか。まあ俺はどんどん出世していくし、せがれくらいいないと男じゃないよな。立派な息子を産んでくれよ。そう言って妊娠を祝福する夫。だがその言葉はまるで女の子は認めないといったような感じだ。私は少しずつあらわになっていく夫の本性にどんどん幻滅していった。そして私のお腹が大きくなって体が思うように動かせなくなっても今まで通りの家事を要求した。おい、まだ晩飯できてないのかよ。ごめんなさい、ちょっと体調が悪くて。俺は忙しく働いて疲れてるし腹が減ってんだぞ。専業主婦なんだからちゃんとしろよな。夫はそう言ってソファにドカッと座った。そして寿司の出前を取っていた。だが私の分もあるのかと思ったら自分の分だけだった。お前は自分で用意しろ。この寿司は俺だけのもんだ。ビールと寿司で満足そうにしている夫。こんな状態では安全に子供を産めない気がする。また夫は私の体調なんて気にすることなく、最近はどんどん帰りが遅くなった。いつも酒に酔っ払っていて、妊婦の私が介抱をするというおかしな状況が続いている。そんな中、私は洗濯をしようとした時に夫のワイシャツの襟元に口紅のような赤い色の跡を見つけた。これってまさか。もちろん夜のお店に行った可能性もある。だがなんとなくここ最近の夫の態度などを見ていると、不倫をしているのではないかと疑うものが多かった。もし不倫をしているのならもう無理だ。私は更新所に調査を依頼しようと思った。そしてそんな中、夫との関係がもう修復できないようなことが起きた。今日検査行ったら順調だって。ああ、そうか。それで性別なんだけど女の子みたい。は、女の子。夫はそう言うとつまらなそうな顔をした。ふざけんなよ。え、俺は立派な息子を産めって言っただろ。なんで女なんて産んでんだよ。そんな。夫はそう言って出かけてくると言って家を出て行ってしまった。ああ、もうこの人と一緒にいるのは無理だ。そう思う自分がいた。そして私は次の日に帰宅してきた夫にこう言った。里帰り出産として実家に帰るから。はあ、里帰り。夫はそう言っていぶかしげに私を見た。そして何かを考えた後、夫は一瞬ニヤッとなりこう言った。じゃあずっと実家にいればいいんじゃね。金も稼げない寄生虫の顔なんて見たくないんだよ。そう言って高笑いをする夫。きっと私がいなくなればここに女性を連れ込めると思ったのだろう。大丈夫、もう見ることないから安心して。は、私の返答の意味がわからず首をかしげる夫。とりあえずもう荷物はまとめてるから私行くね。うん、ああ。私は何か言われる前に荷物を持って家を出た。そしてすぐにタクシーを拾って実家に帰った。
実家といっても厳密には父がもともと所有していた投資用の高級マンションの部屋である。ここは以前は貸し出していたのだが、私が相続してからは貸し出してはいない。いつか子供が生まれた時に夫にサプライズでこの部屋があることを教えて引っ越そうと思っていたからだ。だがそれも私が離婚後に住むための部屋になったというわけだ。私はそれから数日ほど引っ越し先の家でゆったりと過ごしていた。夫からは家事をしに帰ってこいと言われるかと思ったが、きっと女性を連れ込んでいるから連絡をしてこないのだろう。案の定、夫は油断したようで、自宅に女性を連れ込んでいる写真が更新所の調査で何枚も手に入った。これで全部カードは揃った。私は準備が完了したので、夫が住む家に内容証明を送った。すぐに夫から電話がかかってきた。おい、内容証明だなんてものお前が送ってきたのか。ええ、そうよ。どういうつもりだ。俺が不倫、くだらないにも程がある。そんな嘘をでっち上げて旦那を困らせてどういうつもりだ。嘘なんかじゃないわよ。ちゃんと証拠はあるの。ガールズバー勤務のゆかちゃん、かわいいわね。え、私がそう言うと夫は動揺しているようだった。私がそこまで調べ上げているとは思っていなかったようだ。嘘だろ。どうしてお前が。更新所に依頼したのよ。意外とあなたは尻尾を出さなかったけど、私が撒いた餌に引っかかって見事に最後は尻尾を出してきたわ。もう言い逃れはできないから。あなたとは離婚をするし、もちろん慰謝料も支払ってもらうわ。私がそう言うと夫は開き直った。は、どうせ俺と別れて慰謝料をもらったところで、お前が俺よりも貧しくなることは変わんねえんだよ。そうかしら。あなたには言ってなかったけど、私、実はかなりの額の遺産を相続しているの。は、遺産。ええ、私たちが付き合う前に親がどちらも亡くなっていることは知ってるでしょ。私の父は投資に力を入れている人でね。まあ正直とんでもない額の遺産を残してくれてたの。だけどそのことを先に言ってしまっては、お金に目がくらんで私自身をちゃんと見てくれないんじゃないかと思ったの。嘘だろ。俺に不倫されて悔しいからそんなことを言ってるんだよな。はあ、仕方ないわね。私はビデオ通話に切り替えて家の中を見せてあげた。私が住む階は30階なので、今の時間は夜景がとても綺麗なのだ。え、そんな、まさか。夫は私が窓の外の夜景を見せたり広い家の中を見せたことで絶句していた。だから言ったでしょ。離婚してからも私は困らないって。だけど私は絶対にあなたから慰謝料は奪い取るし、養育費だって支払ってもらうからね。それは私を裏切って傷つけた代償よ。覚悟しておいてちょうだい。夫は私の怒声にビビって変な声を上げていた。それから私は優秀な弁護士を雇い、夫と不倫相手に慰謝料を請求。夫には養育費も請求し、支払いが滞った場合は給料を差し押さえできるようにしてもらった。無事に夫との離婚は成立し、毎月の慰謝料と養育費も今のところ問題なく支払われている。だが今回のことは元夫が働く会社にも報告していた。そのため元夫は課長から降ろされて、平社員に戻ったそうだ。そして二度と出世が見込めない状態になってしまったらしい。だが今までの自分の浪費癖が抜けず、今は借金をする寸前なんだとか。まあ地獄に落ちるのも時間の問題だろうが、もちろん容赦なく慰謝料と養育費はこれからも請求をする予定だ。一方、私は新しい部屋で快適に過ごしている。
無事に赤ちゃんも出産することができ、現在はシングルマザーとして我が子を大事に育てている。当分生活には困らないので、とりあえずは娘と一緒にいる時間をたくさん過ごし、幼稚園に入る頃にまた仕事を始めようと思う。何か勘違いしているみたいだけど、ローンの毎月の返済額は…